面白くなくても聞け。どうしよう、こんなどうしようと思ってラジオ始まるの何年ぶりだろう。俺ラジオだけはあんまどうしようって思わないで始められるようになったのに。ね、あれ以来、昔ね、日本放送で、ラジオの本番始まる、生放送始まる直前に、ちょっとみんなにいたずらしてやろうと思って机の下に隠れちゃったら、なんかこう、伊集院が蒸発したっていう話にどんどん話が大きくなって、で、日本放送の古株の報道のアナウンサーさんがとりあえず繋ぐっていうことになっちゃったのを、机の下、その人の膝をずっと見てた時以来の多分今俺どうしようの感じになって、あの時は僕は20分間出れなかったんだよ。もう20分間出れなかった。20分目に下でちょっとこう、おえつみたいのが始まっちゃって、そのグルカブラアナウンサーさんがいたって見っけてくれたのが、まあ俺の、この今日の前のどうしようなんですけど、まあ今日はですね、その爆笑問題と伊集院光のジャンク交流戦スペシャルということなんですけど、まあね、この交流戦スペシャル自体が、プロデューサーの、ジャンクの総合プロデューサーの池田という男の保身のために始まったものだから、計画とかが何もないわけ、元々の段階で。だから、今回も、普通に、こう、爆笑問題の二人と始めればいいのに、こう、爆笑問題は、まあ、ラジオのスイッチを変えさせることはないけども、今テレビの検索ちゃんにちょうど出てて、検索ちゃんの方がずっと先からレギュラー番組でやってるわけで、それはね、業界のそのマナーとして、裏番組に同時出ちゃいけないみたいなとこがあるんで、15分間、1時15分までは、俺一人なんですよ。でね、正直な話を言うんだけども、俺なんつったのかな、太田さんの前だと、なんかね、所長の女の子みたいになっちゃったよね。もうなんだかわかんない、なんか出てきたみたいになっちゃうんだよ。俺の中ではもうドキドキしちゃって、いや勉強はしてるのよ。日頃小学室でも見たし、日頃それが来るっていうことはわかってるし、その時には何を当てがえばいいかも全然僕もわかってますよ。だけどそれをどうしたらいいのかが今ドキドキでわかんなくなってる。ままさ、俺はとりあえずこの前のその楽屋の段階でちょっと太田さんに勧められた映画があったんで、それを見て面白かったよみたいな話をしながら、とりあえずまず落ち着こうと思ってねえ、まず落ち着いて脱脂麺を当てようと思って、そうやって話してる中さ、太田さんの相方のさ、名前知らないんですけど、あの人いるじゃん、あの人の腹立つわ、俺ほんと腹立つわ。スタジオ入ってきてね、もうその楽屋っていうこう潜水艦のさ、機密室みたいなところから、いよいよこう潜水艦に乗り込んで、ちょっと空気鳴らそうっていうところじゃないですか。したらね、あの僕の名前もよく知らない、あ、多分中1ぐらいの子だと思うんですけど、あ、多分太田さんの親戚なのかな、よくそばにいるから、あの子がね何始めたかっていうと、スタジオの中に多分TBS の通販かなんかで売ってる、あのよく深夜で乗馬っていうのは乗っかってさ、揺れるやつ、あれにおもむろに乗ってさ、何かにこうやって乗ってるわけ、ずっとウィン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 言いながら、でそのロディオボーイ乗ってるわけでいて、ディレクターとかもそのいつものあのスタッフじゃない人もいたりするから、早くその爆笑問題と伊集院からのジャンク交流戦スペシャルっていうCM 行く前のやつとか撮りたいわけよ。そんなのに一人そのロディオボーイ乗り出して、もうある程度乗ったと思ったら言った言葉が、やべえ俺気持ち悪くなっちゃった、俺もう気持ち悪くなっちゃった。なんて年上なんだよな、あの人ね、多分バカなんじゃないかなと思うんだけど、もうね、それで思い出したんですよね、あの人との出会いみたいな思い出してね。これちょっとね、その言っていいのかどうかわかんない、まあラジオの特性として言わしてもらいますけども、初めての出会いの頃、僕の出会い、その爆笑問題とのこう出会いの、この話、こうメールとかでももらってるんで、質問じゃなきゃ何話してほしいみたいなメールいただきましたんで、それで爆笑問題と伊集院からの出会いいつなんですかっていうと、意外にお互いあんま噛み合ってないわけ、会いましょうっつって会ってるわけじゃないから、なんとなくこう同時期にいて、でなんかこう初めて共演したのはなんかこうテレビ番組やったりするんだけど、その前の段階でも僕は一方的に見たり聞いたりはしてて、
ほんでね、爆笑問題通の方は知ってると思いますけども、爆笑問題っていう人はドカンって最初出たわけです。でいて、ポスト2ビートみたいなことを言われて、若手の中でドカンと来たわけですよ。で、その後ね、干されることになるんです。ものすごい勢い。カランカランに干されることになるんですよ。びっくりするぐらい、ね。まあ、その頃、僕はちょうど日本放送でラジオやってまして、で、爆笑問題が、もう日本放送でこうラジオやってるんですよね。で最初も日本放送ですごいこう爆笑問題来てるって言われてて、で俺はこう細々と、まあ、その頃いろんな事情があって初めてラジオだったんだけど、ちょっとずつ頑張ってラジオで認知されようっていう時期で、である日突然その爆笑問題が番組表から消えるわけですよ。ほんでどうしたのって聞いたら、こう、事務所を独立したりとかいうことがあって、そういうことです。業界は厳しいんだ。俺知らないから、そんな知らないから、業界はすごい厳しいんだよ、みたいな話になってね。そういうもんなんだって、しばらくね、こう、仕事ができなかったりするんだよ、みたいなことを、その当時のこう、ディレクターとかから聞かされてて、そうするとこう、また、半年ぐらい経つと、次のこう、秋からの新番組の一覧表みたいなのが来るわけですよ。で、そうするとこう、爆笑問題の番組が入ってっから、あ、なんかその、ある程度そういうことに対するペナルティーってのは終わりで、また爆笑問題来るんだって思うとね、それが発表されるのが10月からの番組を8月ぐらいに発表されて、この時間やるんだってずーっとそれ書いたんだけど、9月の頭ぐらいに、その番組が忽然となくなるわけ。そんなことこの業界でありえないんだけど、なくなるわけ。で、そうすると、しかも爆笑問題も復帰は徐々にだから、夕方ぐらいの、割とそんなにトーク番組がないような、そのナイターが終わったからここに場所が空いたからやるよみたいな、ラジオの中では全然ゴールデンタイムじゃないところで始まってるのに、そこにそのお笑い、あるお笑い事務所の超スターが2人組で番組を、なんでこっちからしたら、あなたたちゴールデンで身動き取れないようなスケジュールの人がドーンって入ってるわけ。これ何って聞くと、これは爆笑が辞めた事務所のスターたちなわけで、でこれおかしく、だってこう先週までここ爆笑問題って書いてあったじゃんって言った、そのディレクターが、うん、まだ許されてないよねみたいな話をするわけで、これがホスなんだと思って、ねえ、これがホスっていうのはこういう風に聞いたけども、こんなに干さなきゃダメなの、もうこのシャツ着れんじゃんと、ね、基本的にこれぐらい乾いてくれれば着れんじゃんっていう感じなんだけど、もうパリパリになるまで。ほいで僕はその頃に趣味の、その頃から趣味の草野球をやってましたんで、ブッチャーブラザーズのブッチャーさんっていう、まあ、おじさんがいて、この人は草野球が大好きなんですけど、この人に、伊集院が野球やんだったら一緒に野球やんないって言われて、まあ、東京都内とあるグラウンドに草野球の試合に行ったら、その爆笑問題の小さい方の人がセカンドを守ってるんですよ。で僕がそのチームファーストになったんですよ。それでキャッチボールしながら、こう野球やんですか、田中さん、あ、田中さんだねえ、そうそうそう、田中さんだ、多分記憶に間違いがなければ田中さん、その田中さんとこうキャッチボールをやってんだけど、心のどこかにはセカンドは干されてる人なんだっていう意識があるわけですよ。今カラッカラに干されて深刻な状況になってるっていうのを、ボールキャッチボールしながら思ってるわけですよ。ほんでも聞けないから、そういう状況はどうなったか聞けないから、まあ普通に野球やってて、ほんでまあそのセカンドとファーストで意外にデコボココンビうまくいき始めて、でそれでベンチ戻った時にさりげなくリアルにもうストレートに聞いたわけじゃないんだけど、僕この間のそのやる予定になった番組ちょっと楽しみだったんですよねみたいな話して、でいて、ああなくなっちゃったよみたいなこと言うんで、あ、でもあれやっぱ大変なんですか、ああいうの、何がみたいな言うから、もうあんまりこうストレートな答え返ってこないから、干されるのって大変なんですかって聞いたら、大変だって太田思ってるかもしれないけど、俺毎日草野球できるんで今嬉しくてしょうがねえんだよって言うのね。もうなんだこの人と思って、それもこっちも喋る商売だから、相手がどういうつもりで言ってんのかってのは分かるわけですよ。だからそれがこう同年代のお笑いに対しての精一杯の強がりで言ってんのか、何も考えてないのかはめちゃめちゃ分かるんですよ。だってバットブンブン振りながら言ってたからね。もう草野球が毎日できてさ、楽しくてしょうがねえんだよって。それ以来ね、それが多分まあ正確なことは分かんないけど、4回とか5回だったんですけど、それ以来田中さんから来るボールが取れないね、もうね。
得体の知れない人と俺は今一塁と二塁の間を組んでるんだっつって、あなんかねこう田中さんはね、あよく爆笑問題表するときに天才太田光と普通の田中さんだと思ってる人いるけど大間違いでね、天才と化け物だからそういう片鱗とかあるからね、ある日突然気づいたんだよね、太田さんがこうすごいエキサイトしてすごく真面目な話をすごいするときってあるじゃない、ああいうときって周りの人間はどうにか太田さんにこいつは何も考えてないと思われたくないわけ、思われたくないし、あの太田さんに対して俺もいい意見が言いたいと思ってみんながわーっと燃えるわけでいて、こっちもない知識総動員して、まあ例えば今それは世界が置かれてる問題の話でも何でも答えようとするんだけど、田中さんは普通にわかんねえって言えるんだよね、あのなんかね真剣を振り回してるところにぼーっと歩いていける感じ、それでいて当たらない感じっていう、絶対当たらないことに自信がある感じっていう、しかも下にはいっぱい血だらけの人がいるわけよ、うかつなことを言ってなんかこいつはセンスねえんじゃねえかっていう空気になっちゃってる人いっぱいいる中に、田中さんだけは野面でパン食いながらっていう感じ、パン食いながらポケーっと来れるんだよ、俺こんなに緊張してんじゃない、この差なの、俺は太田光と番組をやるのに対してここまで緊張してるのに、片やまだガラスの向こうで乗馬の後遺症でねえロディオボーイの後遺症で上とか気持ち悪い顔してるっていうあの人なんですよね、問題はね。まあ一応今日ですね、まあそろそろ1時15分になると思うんですけども、基本的にはジャンク交流戦の6回目ということで、まあ前回はアンタッチャブルとやったんで僕が先輩で向こうは後輩立場だったんです。今回はこの、爆笑問題と伊集院光のジャンク交流戦ということになってますで、いっぱいすでにメールをもらってますで、メールのジャンルが、それぞれへの質問、それからあと3人への質問、それとトークリクエストって言ってあのね、検索ちゃんっていう番組をやってると、あれ何分番組ですかね、実際オンエアは30分番組なんですけど、なぜか1本あたり2時間以上 VTR が回るんですよ。業界はテープチェンジって言ってね、あのテープが2時間しか取れないからテープチェンジ、30分のしかもトーク主体のクイズ番組でテープチェンジなんて言葉があるわけないんですけど、テープチェンジがあるぐらい長く収録するんで、それは太田さんが突然話を始めるんです。それもクイズと何の関係もない話を始めるんです。で、延々とこう、でも、あ、そう、急に思い出した。ね。普通、急に思い出したって喋り出すことっていうのは、あらかじめ今日喋ろうと思ってたけど、急に思い出した体なんですけど、太田さんは本当に急に思い出した話を。で、あと、ちょっとこれ関係ない話なんだけど、いいかなって始めるんですよ。で、普通、このお笑いが番組中に言う、ちょっと関係ない話なんだけど、いいかなっていうのは、関係が後々あるんだけれども、関係性が緩いやつを照れ隠しで言うんですけど、まあ、太田さんの場合は本当に関係がないんですよ。で、この話を始めるんだけど、今、ラジオのフリートークでも聞いたことがあるかもしれない。太田さんの今までの経験談とか、ちょっと面白い話が聞けるんだけど、大抵ね、そうするとね、他の芸人さんとかね、その話も聞いたからとか関係ないから途中でやめんの。だけど、俺は聞きたいの、それが。ね。面白いフリートークで何回聞いても面白いし、変な話だけど、自分が頭の中で思い出してる時のカメラアングルが変わるから、なんかカメラアングルとかその時の自分の思ってることの強調される部分が変わるから、ちょっとずつ進化したりとか違うシチュエーションになったりとかするんで、俺の持論としては面白い話は何度聞いても面白いから何度でも話してほしいんだけど、他の人はね、ケツがあるらしいんだよね。それで大体こう収録途中で止められちゃうんで、その話が止められちゃうんで、今日は思う存分してもらいたいってことで、トークリクエスト、だから、爆笑問題カーボーイのリスナーの人から、感覚としては、太田さんさ、この間の話面白かったらさ、伊集院にちょっとしてみてっていう感覚でリクエスト。で、僕の番組には、伊集院あの話さ、太田さんにしたら太田さんなんて言うかなみたいなリクエストをもらってるんで、これを互いに、やりつつ、あとは何の決まりもないです。プロデューサー池田の無策が、全くの無策が、あいつらを一ところに閉じ込めとければ、まあ、2時間持つんじゃねえかな、みたいな、その程度の薄い考えのやつが、今日のね、進行になってますんで、まあ、一応最後まで聞いてね、あとはなんか感想をはがきでもらったりとか、そうしてくれればいいかと思います。お、いよいよ、重い腰を上げました。太田さんとよく一緒にいる人が、二人で。大変だよ、もう。あのね、はい。生理の時はね、イブが効くよ。
しかもなんで実体験みたいな生理痛の時が俺の生理痛の時はこうしてるみたいな話なんだ。あのねイブが効く生理痛には。俺常にね毎日イブ飲んでるの。なんで？あの毎日頭頭痛がよくあってね。それでよくあって 万年頭痛なの俺ね、うん、生まれて初めて、うん、頭痛なんてもう怖くもなんともないでしょ。鬱陶しいけど多分頭痛持ちでしょ、うんうん、なんでもないでしょ。うちのかみさんも頭痛持ちだから、うんうん、頭痛つってもどうしたの今日テンション低いけどっつったら、うん、また頭痛でさっつって、うんうん、それでまあおそれちょっと鬱陶しいから向こう行けみたいなとこやれるんだけど、うん、先週生まれて初めて頭痛になって。え頭痛になったことなかったの今まで？なかった。えっ、うそ、あの風邪だっていう自覚のもとの頭痛とかはあるよ。あ、普段頭痛になることないの？一切ないの。黒柳徹子はそうなんだよ。うん。だから徹子の部屋続いたんだって。じゃあ一緒だ、嬉しいとはならねえけど、全然ならねえけど、38分まで一回も頭痛っていう経験が、偏頭痛っていう経験がない人間が、ありえないそれ。頭痛になる怖さったらない。それ怖いだろうね。それ超ムカつく。どういう言い方？どういう言い方？ムカつきリンコだ、プーン。なんだそれ。なんだこの人。いや、なんか、俺の症状はどう違うかわかんないけど、うん、なんか、頭筋ってわかる？うん、頭筋って。頭筋、うん、内側から来る感じだろ？うん。内側から頭筋。それそうだよ、外側から来てたら誰か殴られてる。うん、なんか刺さってるからだからね。いや、なんか頭の中から、血管がちょっと太くなる感じ。血管、もう、まず、その通りなんだよ。頭痛っていうのは。でね、うちのかみさんも、それが頭痛って言われたから、そうだったんだけど、俺にとってはすごいことなんだって、頭痛になったことないから。血管細いんだ。わかんない。いや、なったことないから、もともとは太いんじゃないのかな。いや、二つあるんだってよ。だから、変な細くなるパターンと、広がるパターンだ。それ時間差で来んの。だから俺は、俺、頭痛は俺に任せろよな。お前が何をプロの前で言ってんだみたいな。俺は偏頭痛持ちなの、もともと。で、中、それこそ本当、所長が来た頃だから、中、所長は来てないっつうの。でね、中3、俺所長って言っちゃいけないんだ、本当は。で、まあ、それ、であの中3くらいから、怒られたことある。中3くらいから、所長事件とかあって。まあ、それいいんだけど、中3くらいで、ものすごい極度の偏頭痛になったわけよ。そんなに早くデビューすんの？中3デビューだから。いや俺中3トリオって言われたんだ。中3トリオって言われたんだ。うん、ごめん、余計なこと言えば今、今ちょっと大事なとこ今聞きてえから。ちょっと森政子って言われたんだ。もう口広げちゃうともうわけわかんねえから、もう全然わかんねえ。中3で。森進一と仲悪くなっちゃってさ。もう進一とまた怒られるよ、中3で、どうなるかっつうとね、偏頭痛って、頭の半分が痛くなるのよ。だから変な頭痛だから偏頭痛。変な頭痛じゃねえから偏ったっていう。偏ったでしょ。偏頭痛ってそれなんだ。偏っただからちょっと部分的なんだ。でね、ある時左目が急にね霞んでくるわけ。左目が霞んできて、授業中とかで、あれなんか見えにくいなっつって、あの黒板の字とかが、あ日直今日誰なんだ日直って、そこ分かんないんだ。日直が誰なんだかすごい気になって、でだんだん見えなくなってくるわけ、左目がね、そのチラ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 しだして、それがどん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 あの増していくの、そうすると、もう10分15分ぐらいすると全く霞んで見えなくなる。左目だけ。ごめん、俺なってねえのに怖えもん。怖いだ。なってねえのにもうそんなん怖いよ。そうすると、なんだろうこれって思って、そのうち今度冴えてくるわけ。左目が、ちょっとずつ霞みが溶けてくる。それと同時に右の頭が、痛くなってくる。ちょっとずつ。で、左目が、だん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 冴えてきて、今度パキってはっきり見える。日直吉田みたいなのがはっきり見えるようになった。しかも吉田二人いる時には吉田パーマでパーマでカットしたの。吉田は見えるよな。それがねはっきり見えるようになった段階で右の頭が激痛になるんだよ。全然全然ジンギスカンって。ジンギスカン。いやいや、あのほら、はい、ほら、全然同じ話聞いてテンションが違うわけ。偏頭痛ある？いや、そんな、そんな、これはしないからね。それ俺頭痛あるけど。どうなるかって。俺も怖えもん、ちょっと。それがもう耐えられないぐらいになってきて、吐き気がする。強烈な吐き気。それで、もう要するに吐かずにはいられないみたいな、要するに状態になって、ベーッと吐いちゃう。でさ、そうすると先生がだね、
何やってんの？なんで怒んない？怒るのおかしいから。なんで吐いたら怒るんだよ。トイレに行ったらね、トイレットペーパー持ってきて、くる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 手のこう回して、あのずいずいずいくるばしみたいな。で、その要するに吐いちゃったらもう終わりなわけだよ。その後痛みが治まるかって収まんない。で結局またさらに吐き気がしてきて、もうだから要するに保健室行くか、早退するかの状態にならないとダメなの。それでなんで治るかって言うと、1秒でも2秒でも眠ると収まるの。だけど眠れないんだ、痛くて。これってさ、今ラジオ聞いてる偏頭痛持ちの人は、そうそう、太田そうなんだよって言うのかな、俺なんか頭痛経験ないからそれ死ぬんだろうと思うもん。そうそう、だから俺も死ぬと思ったよ、でもそれね、中3ぐらいからね、月1ぐらいで襲ってきたんだそれが、で俺医者行ったら、偏頭痛でもそれ相当極度な、要するにきつい偏頭痛だねメジャー級のやつ言われて、で脳波だなんだ取るわけよ。そうすると脳波取って、偏頭痛ってのは普通ね、脳波に乱れがあるって言うんだけど、一切乱れないんだよ俺の前。医者がもうさすが、何がさすが、何者なんだよそれ、何がさすが、何の中学生なの、しょっちゅうなしだから。何にももう脳波乱れないから、要するに治しようがないと、で、ある時期来りゃ治るだろうって言われて、で、それどうなってんですかってと聞くと、最初の目がかすむ時点ではあの血管、脳の血管がものすごい狭くなってる、ギューッ絞り込むようにして、ウスベスみたいな状態で、ものすごい狭くなってる、それがあの目がかすんでる状態になってる。ごめんなさい、ちゃちゃを言うわけじゃないんですけど、太田さんのその枕言葉みたいな、もうたらちねしたら歯がって言わなきゃ気が済まないみたいな、絞り込むったらウスベスって言わなきゃ気が済まないみたいなやつ、ちょっと邪魔だわ。枕が俺昨日ね、神さんが枕の話はいいよ、これあんのかおい、これ検索ちゃんこれなんだよ、これなんだよね、これ、それでこれでね、で要するにその後、頭が痛くなってくるときはあのどうなってるかっつうと、あの脳の血管が膨張してる一回狭くなっちゃったやつをもう開けなきゃっつって開けすぎちゃうみたいな、膨張してる時、だから痛みが来るんだってって言われた。そう、血管膨張すると周りの神経を圧迫するんだって、その痛みなんだって頭痛って。でもさ、そのさ、そんな一番最初の時は怖いでしょ、すごい怖いけど、もう慣れちゃうのそれは。慣れないよ、だって吐くまで行くんだもん、だから怖くてしょうがないんだよ。でももう最初に分かってるわけだよ、前兆が霞んできたっていう段階で、ああなるって、もうあそこまで行くまで阻止できないわけよ、吐くに行くまで。俺吐くのが嫌いだったから。好きな人はいないでしょ、吐きたがりの人は。人一倍吐くの嫌いなの、ものすごい嫌い。俺だって口を押さえてて鼻から出てたことある。それほど嫌いなの吐くのが。え、吐いたら楽になるよって言われても楽になると思っても吐かない、ダメなの。吐かない。だから俺はもうすごい秘密とか言ってくれれば絶対吐かない。吐くという枕言葉から取り調べ室のコントに入ろうと言いましたもんね。うわ、なんかね、でもね、安心したわ。おせ大丈夫、全然大丈夫。そんなんじゃない、軽い、そんなんじゃない、ちょっと鬱陶しいぐらいのやつだからね。まさか偏頭痛の話こんな始まると思わなかった。イブがね、イブは分かったよ。タイトルコール、タイトルコールしなきゃいけないんだよ。さっきほら撮ったろ、いろいろ何回も、あの調子で。いやいや、もう3人でもう出来上がって、初めての共同作業、これもう出来上がってるから。これタイトルコール緊張するな。途中からマスターズでいい加減にしてたよ。だってもう一番最初にディレクターさんが一応その CM 行く前のやつのタイトルコール5種類撮りますって言ったら、もう30人目ぐらいから飽きちゃって、あの子ろくなこと言ってなかったけど、大丈夫、何もやらすんだよ。だね、いい子使いましたいいじゃないですか。曲が違ったりするんですよ。それも今日は最後まで聞いててください、どう変化していくのか。そうそうそう、いわゆるジングルというかね、飽きていく工程がすごいよくわかりますから。私がどういうふうにして大人になったかっていう言ってるの。さあ、それでは今夜はこの3人でお送りしたいと思います。最後まで皆さんお付き合いください。はい、金曜ジャンクオリエンタルラジオと。違う、ほらもう違う。そこは爆笑。最初ぐらいはちゃんとやんないとネタバレしちゃうもんな。始まんないから。そうそうそう、このパターンだと分かっちゃう。そうですよ。これでも今オリエンタルラジオで反射的に浮かんだのが、コント山口君と武田君だったから、それで行こうかってことでもねえんだけど。それはダメでしょ。三対で番組なんだ。これ初めて聞いてる人は今何分かんないよ、誰が言ってるのか。次はいい、次はいいって、いいボケを目をしてんだお前はよ。ちょっとやって。というわけで今夜は最後までお付き合いください。企業ジャンク、内山田博士と軽トラックの。内山田博士、クールファイブじゃないのか。内山田博士。
ひろしときたらクールファイブだとは思うけれども、俺どうかしてんだって、ね、絶対どうかしてんだって内山田ひろしだったらクールファイブだもんね、そりゃそうだけど、ちょっとちゃんとやりましょう、爆笑問題聞きなさいよ、先攻めすげえなそれ、先攻め、じゃあ伊集院さん行くか、じゃあ行く、俺先行くわ、ちょっと緊張すんだろ、キヨジャック愛しさと切なさと都市伊藤の、じゃあお前らもう全然ドラマの中だ、黒さとだろ、ねえ心強い、篠原涼子行かないとお前自分のギャグしかしかもお前内山で広島と都市伊藤ってお前ダメだよそれ、お前飛躍してねえもん、全然飛躍並列じゃねえか、ちょっと落ちてる、落ちてはねえよ、落ちてはねえけども、はい、じゃあちゃんと行きますよ、キヨジャック爆笑問題と伊集院光のジャック交流戦スペシャル、こんばんは、松本田中と太田です、そして伊集院光です、はい、もうこの3人でもね深夜でこうやってラジオやるの初めて、初めてです、土曜深夜作りだからやってないんでしょ、以来じゃないの、初めてだったんでしかも土曜深夜のテレビだよね、テレビだよ、ラジオじゃないから伊集院のラジオに俺らが出たっていう、ね、憧れだったよ、日村のやつに出てもらったな、はい、日曜大、はい、大進撃、大将軍、大将軍、大将軍、秘密基地に出たことありましたけどもね、おうどうなん、夢だね、ねえ、あのだから、うん、逆に言うとそっち側からの初めての初対面、正確な初対面なんかゲーム番組かなんかですよね、ゲーム番組、共演したのはゲームのゲーム大先生、伊集院のゲーム大先生っていう、あの番組、うん、ゲーム大先生、そんなんじゃないね、そうだよね、でなんか俺はねその時に、うん、逆にびっくりしたのは、うん、太田さんっていうのは喋んない人だと聞いて、うんうん、そういう噂があったらしいね、噂もあったし、あの人は、うん、みんなが、ね、あの人は百発百中主義だから、あそうす、絶対面白いっていうことを、うんうん、その考えつかない限りは、うんうん、口を開かない、人見知りが強いっていうふうに言われたのに、うんうん、まあその時から、うん、くったらねえことばっかり言ってたから、全然違うねあなんで百発百中とかの感じじゃない、逆だもんね、どっちかっていうとね、うんうん、量を言って、最初の頃は割とそういうちょっと構えてね、うん、あのとんがつチンポコもとんがってたし、その頃はチンポコとんがってねえよ、とんがってたほぼがどういうことなの、じゃあなんでチンポコは今とんがってないのか、じゃあそれチンポコ成長したんだね成長したの、一皮むけたっていうのは、むけたに一皮むかいこと言ってんだからそういうことなんだねなんで変わったの、あのね、だからそれこそ干された時期に、うん、やっぱりそうやってテレビなんかたまーに呼ばれると、うん、もうここで何とかしなきゃっていう、そういうのがあったんで、それでしかも当時はほら同期のやつらみんな仲悪かったから、うん、口も聞きたくないわけ、まあ、浅草キッドとかね、そうそう、おとなしいわけだよ楽屋で、いや当時はね楽屋はね、そう俺らさみんなおとなしかったからね、テンションもね、お茶まかもね、みんなねあんま喋んなかったの楽屋で、うん、いや本当に今だに口聞かない、いやそんなことはない、言っちゃダメだっつったろお前、今は別に何で振るんだよお前、そういうの振ってねえよ、またお前ナメプロ振ってないっつうの、今はね、やてくれよ、お茶箱も浅草キッドもバーッと普通に話するし、うん、挨拶もしますよ、だけど当時は何かしないけど全体的なムードがそうだ、昔 の、うん、おじいちゃんみたいな言い方するけど、うん、昔の楽屋って和気あいあいとなんか全然してない、全然してない、すごい契約だよ、でしかもこう今日あった面白いことみたいのは、うん、話さないの、むしろ話すやつはダメなのよ、話すと、うん、お前次それトークで言うんだろみたいな空気になって取られちゃう感みたいなちょっとあって、うん、変に探り合いだけしてて、うん、俺つらかった、そのところ、そうだよね、うん、それで無口説が出てくるの、どんどん、それで俺嫌いだったから、その他の芸人が、うん、である時期干されて、でまた復帰した時に今度ちょっと下の世代と一緒に絡む、はいはいはい、そうするともう別にさ、こっちはさほらそんな対抗意識みたいなないじゃん、はいはいはい、だからそいつらからかいながらなんかみんなと和気あいあいとできるようになった、うん、だけどその当時の同期のやつらとはそういう雰囲気出せなかったんだよ、いや多分いると今も若手とかでもさ、うん、その俺たちは、俺はなんか自分で百発百中主義って呼んでて、もう面白いこと思いついたら絶対喋んないってやついてさ、でももったいないと思うのよ見ててね、でみんなに教えてった方がいいよと思うわけだから、うん、そのなんで太田さんが急に前に出れる人になっちゃったのかが、ものすごいプライド高かったんだね俺、そう絶対前なんか出ないし、うん、後ろに出てたから意味が分かんない、出てくたらスタジオ外れたことあるあの廊下にいたことあるんだもん、ね、廊下ってなんだよ廊下も、しかもテレビ局で後ろが廊下じゃねえか、もう絶対、はい、だってお台場で海に落ちたことあるんだねえよ
後ろに行き過ぎちゃった。後ろが別に海かどうかもよくわかんねえし。ということで今日はこの3人で。ねえよってすごい普通のつもりだもんな。ねえよ。俺対抗してもっと面白いこと喋らねえよ。俺対抗して面白いこと喋ろうとするじゃん。それねえよ。たまんないよな。ここはねえよ。ねえよで済まされちゃたまんないよな。ねえよ。うるさい。やめろ。今日はこの3人最後までお送りしますから、はい、あのいろんなお互いのね、トークの議論試合みたいな。トークとかもね、はい、あります。ここだけの秘密とかね。新ポコの店やね。いいね。新ポコつけ合おうぜ。俺昔あの小学校の時親友の証としてよくやってたんだよ。新ポコつけ合おうぜ。子供の頃の頃ね。握り合うのやつだ。握り合うやつ。お互いのロスして。俺鈴木君にオナに教えたことあるよ。それはまた違うパカッとしてたけどね。もうさ、しかもさ、あのジャンク交流戦ってさ、はい、またいつものディレクターと違うけど、宮崎さんっていうディレクターがついてるからさ、発見取られてるんだ、ね、うん、あの、私たちの言葉を無視して CM に行くのは悪いと思う。そうなんだよ。もうしちゃえばそっちの勝ちだから。あのね、分かってる。みんなね、もうね、5分前から苦笑いなんだよ。俺はその顔見てんだ、ちゃんと。あ、これはもうオープニングはもう大体30分ぐらいでもう次行きますから、曲終わったし、ほら、ね、そんなもん、おっしゃい、そうだよ。今日はなんかいろいろメールももらってるんでしょ。そうなんですよね。ね、なんかね、じゃあ一番わかりやすい3人への質問あたりが入ってきますね。はいはいはい、はい、あのフリートークも答えるからね。何でも答えますよね。何でも答える。宇宙の果てはどこにあるとか、ね、そういうやつ。注意しなきゃいけないのは、はい、答えが終わんなくなる。答えてるんだ。一個のメールの答えで。俺コタチョウと言われてる。コタチョウじゃねえよ。あの大体この多分俺も思うんだけど、ね、質問のこのメールを一個読むだけで。うん、いろんなフリートークに展開していって、結局聞いた人はあいつら別にメールなくても何もしたんだみたいな、そういう感じ。楽しみ方として、もしメールにキスしてくれた人は途中から、あ、そろそろ俺のメールのフリートークでもなるんじゃないかみたいな。読まれないと思う。メールとも。うん、なんかそんなのね。じゃあ今日行くね。うん、じゃあどれ行こうかな。ほんとね。ミスターコタチョウって言われる。くだらないのも多いんだけど、じゃあ一応、ナメリカワさん。いいね、ナメリカワ。ナメリカワ。伊集院さん、太田さん、田中さん、こんばんは、はい、僕は青森県のチンカス商業高校の3年生です、うん、あそこか、あそこか、かなりの進学塾だよね。塾かよ、進学、進学でしょ、進学、お三方はどんな高校生時代を過ごしていたんでしょうか。長くなるよ、それ、それ長いよ、これ長くなる。特に太田さんとか長いし、うん、俺が説明してもいいぐらい全部わかってるよ。そうだよ、じゃあお前説明してみる。え、いや、いいよ。何だよ、お前言ったんだから、お前説明すりゃいいじゃねえか。なんで怒ってんの。だって生意気なこと言うから。生意気なことだったのか。今逆に田中さんのってあんま出てこないでしょ。いや、いや、結構言ってるよな、うん、こいつ大人気者だから。俺はあのミスターイグサだもんな。都立イグサ高校っていうね、都立高校で、うん、中野で一番有名だったんだもん。いや、中野、中野応援の王子って言われてたんだよ。言われてねえよ、字が違う。蹴鞠事件起こしたもんな。起こしてねえよ、蹴鞠事件って。俺はだから男女共学だったし、都立高でまず私服だしね、うん、もう大学みたいな、なんかこう雰囲気まず、その自慢何。まず私服だし、自由な校風っていう感じ。うちはね、うちは俺だって今私服だよ。いや、高校の時俺なんかついさっきまで全裸ですよ。ね、そうですよね。そういうとこで、そういうとこで、俺は放送部でアナウンサー目指して放送部に入って、こういうラジオをやりたくて、うん、でそう、例えば久米宏に憧れてね、うん、うん、だけどごめんなさい、うん、だけどそれと童貞が結びつかなくて。なんで？ここだよ。学校の人気者っていうのは、うん、絶対モテるから。それが謎だ。違う違う違う。やるチームでしょ？違う違う違う。そんな、それは、そんな不健全なものではございませんけど。ね、サッカー部のやつとか、運動部のやつとか、極端な。方形じゃねえし、俺がモテなかったのは方形だったの。方形じゃ、あ、その時は方形の。ここがまだ、ここがすっごいエキサイトしてるんで、俺が落ち込んでるのは、俺が今方形だから。太田さんは相方を傷つけるのはいいかもしれないけど、俺はそうじゃなくて傷ついてるから、そこはちょっと気遣ってもらえる。俺、相当な方形だから。方形が悪いって言ってんじゃないんだよ。いや、これ慰められてるみたいな。全然悪くないですよ、僕ら。悪くないですけど。で、これなんで童貞なの。その時は、うん、俺はその時はつい童貞だったの。テーマがあって童貞。女の子にモテたわけじゃないわけ。男子としてモテてはない。ただ友達はもう男女いっぱい友達いて、いわゆるクラスの人気者、お調子者みたいなのって別にかっこいいわけじゃなかったりするわけ。いるでしょ、どんな意見。いる。先生のモノマネやって、先生のモノマネやって、こいつはね、下ネタ一切禁止だったの。
あのすいません、禁止だったのっていうと、うちの家族がそういう教育してるみたいな。家族そうだったんじゃない。いや、禁止されてるとかじゃないよ、うん、お前だとお袋とセックスの話したことねえっつったら、まあないけど、ないけど、お前もないだろ、セックスの話したの、まあ、お前もないだろ、それないけど、それは禁止されてたとかじゃなくて、普通にしないじゃん、うん、うん、まあまあ確かにその家族でぶっちゃけってなんかそんな会話もしないし、恐竜家族だからこいつらって、え、恐竜家族、恐竜教室の家族版、家族版どこ行ってたの、どこ行ったんだよ、高校も行ってねえじゃねえか俺はよ、え、じゃそれは自分のキャラはもうそれ下ネタ言うようなキャラじゃないっていう、ないっていう、それでだから大学で出会った時にこいつオナニーしたことないって言ってたんだから、本当にそうだったの？いやいや、したことあったよ、バリバリ前説だよ、お前そんなの、バリバリ前説、オナニーのオナニー版の、まあ、お前体感どんないでしょ、バリ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 、必ずパンツバリバリだもんで、オナニーはもう毎日5回ぐらいしてたにもかかわらず、あの僕はオナニーしたことないって言い続けてた、言い張ってた、それはもう、そういうキャラじゃないないって、なんか恥ずかしくてね、真逆だからね、俺中学校の時オナニー新聞っていう新聞作ってた、俺の毎日送られてくるやつだろ、あの、いや、恐怖新聞のやつね、読むと精神が減るっていう、ちょっとずつ減るっていう、俺はもう自分のオナニーの話を人にあまりにこう、あの、えらい聞かせたくて、新たなオナニーを開発しては、それを新聞にしてしてるわけだ、すごいね、また発行しよう、それオナニー新聞、オナニー新聞で、また再発行、本当にリアルタイムでやってやるぞ、そうやろうやろう、それでなんか無断でポストとかさ、人んちのポスト入れちゃうの、犯罪だよ、そんなオナニー新聞、嬉しくもなってもらえないでしょ、あ、そうそうだよ、俺オナニー新聞が作りたくて、うん、新聞部に入ると、うん、その臨転機みたいのを使う権利が出るから、うん、新聞部に入ったんだ、あら、オナニー新聞をいっぱい刷りたいわけ、いっぱいいっぱいね、いっぱい刷りたいわけ、刷りたくてそれを新聞部に入ったぐらい、それぐらいオナニー新聞に、そういうの全部ダメキャラな、ダメなんだ、でも逆に言うと男に嫌われないの、オナニーの話したら僕やったことないから、いやでも高校の時は仲いい友達とは別にその話してたんだけど、うん、大学お味噌みたいなもんだったんだよな、あ、でもそういうイメージは常にあるね、うんうん、あのうーちゃかはうーちゃかは、うん、だから一人前の男とは男も女も両方見てないんだね、見てないんだよ俺のこと、だから俺はもう別にもういいよ、なんか好きにやってるよって、大学入った時にうさつけよってことになって、俺も童貞だって、こいつと俺と2人とあれしか童貞いなかったんだよ、まあみんなやって日本でね、日本でじゃねえ、日本でほぼされないから、ほぼされじゃねえかっていう、だけど俺はもうやりたくしょうがないっていうのは全面に言ってて、うん、みんなあの女の子とかにもやりたくしょうがないんだって、やりたくしょうがないってそれ間違ってるけどね、それはむしろやれなくなることだけどね、こいつはあの一切そういうことに興味ないと、自分はテトロポリキョン星人だからって、うん、テトロポリキョン星人っつったわけ、今でいうコリン星みたいなもんだ、うん、だからそれはもうコリン星よりずっと前に俺は言ってたわけよ、テトロポリキョン星人、テトロポリキョン星人でおこりんこなんつって、いやそこはおかしいだろ、それどう考えてもオナニーなんかやったことないりんこなんつって、うん、小倉優子がああいうキャラで立ってることはよくわかるの、なんか、ね、めちゃめちゃわかるし、アイドルなら当然だと思う、あれは当然別にあって周りがどんなにうざいと思っても、うん、だから田中さんだけは今までなんでいなかったのかそれはむしろ、うん、ただ俺はなんでテトロポリキョンってそこにキョンが入るかっていうとキョンキョンのファンですよ、うん、でキョンキョン当時大ファンだったんだけど、最初にでもそういうアイドル像を崩したのはキョンキョンなんだよね、実はね、うん、でもこいつは僕とキョンキョンはテトロポリキョン星人だって、キョンキョンのことまでテトロポリキョン星人だって勝手に言ってたんだよ、移住させてたの勝手に、勝手に言ってたの、キョンキョンと僕はそういう性を、性ということは、うん、概念ないんだ、概念ではないんだ、ないんだっつって、うんこもしないんだと、ある意味ね、そういうことを言って、ある意味こうやって聞いてるとね、うん、よく太田さんとかが言う高校時代の話とかを聞いて、うん、おいなんだよそれって思う人いっぱいいるじゃない、うんうん、本当のなんだよそれだからもしかしたら本当にテトロポリキョン精神なんだと思っちゃうぐらいのやつなんだよこいつ。やばい、天才とモンスターは間違いないよ。モンスターだよ。普通じゃないもんそれは。ピンクのモンスターって言われてたよな。私ピンクのモンスターって言ったの。サウスポーだし。モンスターはモンスターだ。なんで1個前だか1個後だかちょっと混同してんだそれ。ね。2つ一緒にしてっかい。あ、そうかそうか。それでだからそれで絶対オナニーはもうしたことだけど俺らは。嘘つけお前、オナニーしたことなんてありえないだろうっつった、うちがおね絶対オナニーなんてしないんだお邪魔しますみたいな感じでダメだよガーって引っかくんだから人のこと
お前、星に帰ってくれって言ってたんだから。帰った。いい加減、地球に帰ってた。引っかくの引っかくんだよ、めちゃくちゃ。ひょんひょんの悪口を言ったら、うん、引っかいて、うん、で、引っかかれたやつが、ごめんなさい、ごめんなさい、うちゃかごめんなさいって言うのが毎日。毎日。だからこいつも俺に、わざと、でも、引っかかる。生傷が絶えないんだから、こっち。わざとだよ。うん、わざと、ひょんひょんだってな、お前やってんだよ、みたいなこと言って俺にいじめる。で、俺はそれで、ひょんひょんだってほしいわっつって、引っかくわけ。引っかくの？ごめんなさい、ごめんなさい、うちゃかごめんなさいって俺に本気で謝るわけ。で、本気で謝るから引っかくからでしょ。そう。だけど引っかかれるの知っててそういうことを言うわけですよ。知ってて知ってて、あれどっちもどっちなの、どっちもどっちなの、ものすごくどっちもどっちなの。そうそう、変態だよな。すごいねそれね、うん、そんな学生時代ですよ。そんな学生時代、そんなでくられる。だからオナニーだから捨てるって告白したのは随分後になってからだよな。うーん、まあもう俺も嘘だと思うけど、だんだんほら本当にあんまり言うから、うん、半信半疑みたいになったな、うん、そうだから俺それはちょっとやばいなと思ったのは、俺はそのなんていうの、騙そうとしてはないわけ、言ってみれば。騙そうとしてんだろうが。そう、いまだにそう思ってんだけど、俺はね、いまだにそう思ってるってどういうこと。じゃあ騙そうとして、どうせこんなこと、いくら俺がメトロポリキョンだなんだやってないって言って、もうそんなわけはないっていうのを絶対に知ってるっていう。いや、まさに今の小倉優子の状況なんじゃん。そう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 、キャラクターが一人歩きし始めて、しすぎてて、どっかでうまくまとめないと。だけどあんまり変なこと言うと事務所の人に止められちゃったなんかして。それは違う、いいや、時事ネタ入れなくていいって。怖いんだから、そこで入れる。会見終了です、会見終了なんていう言われてな。そう、怖い。すぐ来んだよ、なんかメインブラックみたいな。来ないよ、それは。後ろにいいんだよ、2人ぐらい。そいつらこそ本当に調べるんで。本当にテトロポリキョンで。本当にテトロポリキョンせいだよ。あれ怖かったな。太田さんは、俺はすごいと思うのは、皆勤賞なんでしょ？皆勤賞。3年間皆勤賞。暗いんでしょ？めったにいない。暗いよ、だって誰とも話さないんだから。それがすごいんだよな、うん、俺学校休んでばっかりなの。それなりに学校楽しんでるんだよ。休んでよく休んで、だから知らないだろうが。伊集院の席いつも空いてた。だからお前ら同じ学校なのか。年齢も違うじゃねえか。学年も違うし、全然違うだろう。だから俺はもう意地でもあの休むの嫌だった。へー。だから伊集院はまだ友達行ったでしょ。何人かはね、俺も当時少ない方なんで、高校特に子会社少ない方なんだけど、うん、でもいなくはない。いなくはないでしょ。俺は一切いないんだから、一人もいないんだから、友達が。だから、授業中とかはまだいいんだけど、休み時間になると、すごい浮くわけだ。みんな友達同士で、あの、キャッチボールだとか、プロレスとかさ、ね、あの、なんかそのね、トライアスロンとか始めた。そんな子中で。なんげえ休み時間だな。俺は一人机に向かってるっていうのが、もう嫌でしょうがなかった。だけど、その時に、やっぱり、後ろで誰かが俺の噂してるとか、すごい疑心暗鬼になるわけ。あいつ友達もいなくて、うん、あのつまんないんじゃないかとかって、うんうんうん、バカだよなあいつとかって言ってんじゃないかって思うと、もういても立ってもらえないから、もうそうするとその感覚で言うと、休むとやっぱりあいつ休んだって言われると思うわけだ。だからもう絶対言わせねえと思ったわけ、それを。いや俺ね、すげえ自分でね、自分でも未だに謎でね、聞いてほしい、そこはちょっと聞いてほしいんだけど、俺高校の時になんかね、あのすごい自分の中でショックなぐらい頭の悪い学校行っちゃったの、うん、倍率 0.68 倍っていう、うん、とにかく最初の授業で先生が数学の授業で2の字の上にちっちゃく2って書いて、さあこれ答えられるやつって言った時においおい、それは式じゃなくて4以外の何もでもねえだろうと思う感じので、自分としてはその根拠のないプライドなんだけど、痛く傷つけられてるわけだから。それでで一生懸命この学校に通ったら俺は負けるみたいな感じになっちゃったの。ああちょっとこう余裕で通ってる、余裕で通ってるポーズで、ちょっと一線置いてるぐらいのとこにいないと俺かっこ悪いと思う感じでやって、でもね今思い出すとすっごい悲しい、悲しいってかね、うわ俺なんでそんなことやってんだと思うのね。筑波博ってあったじゃん、あれをね学校でみんなで行くと、なんかね希望者を学校で行くとちょっと安いの、なんか入場料とかがなんかなくしでいいの中で安いんだかで勉強になるからね。そうそう、で日曜日に希望者だけで筑波博に行くって言うと全員行くっていうの。だけど俺はなんかそこを車に構えてるポーズを取りたくて、俺は行かないって言ったわけ、言うわけ。でも家に行ったらもう行きたくてしょうがないから、その時バイク僕乗ってたんで、うん、オートバイでその学校の
のバイクかの学校のバスに並走していくわけ。並走していくわけ。いいじゃねえか。行きゃいいんだけど。あいつあいつって言われるんだろ、だって。で、言われる言われる。言われて、で、その後みんな制服や。で、うん、俺は休みだから。私服でしょ。ああ、そうか。で、ほいで学校の先生とかが最初に、お前なんで私服で来てんだって言うと、いや、俺は、個人的に来てるから、りがかりだと、ね、いいんだっていうのがもう嬉しくてしょうがないんだけど、うん、先生もそうかって言って引き下がっちゃうから、うん、もうそれ以上何も相手にしてもらえないでしょ。寂しいね。で、集合写真とかにも入らないから、うん、入らないかったら捕まってもらえると思うんだけど、なんかそれももう普通にスルーされるようになって、うん、で学校帰ってくると撮った写真がこう貼り出されて売ったりするじゃない、うん、それに写ってないのがすっごい寂しいの。ああ、それ寂しい。なんだろうこれ。すごいね。俺の多分高校生活ずっとこんな。あ、そう。なんか、ひねくれてんな。ひねくれてお前にも言われたくないかもしんないけど。俺はひねくれてはなかったよ。うん、だけどやっぱりさ、すごい、うん、3人ともそうだけど、いろんな別の形だけど。お前と一緒にすんなよ。いや、だから、その、一緒の形もないけれども。別すぎる、お前。絶対、俺、ここと一緒だよ。いや、絶対、浮いてるっていうか。田中さん、なんで今入ってきたの？いや、なんで、ちょっと、何が3人とも一緒だよ。いや、確かに、伊集院と、伊集院と大津さんの方が確かに、ちょっと似た、匂いはするけど、似た匂いはするけど。ファーストネームなんだ、ユージだろ。え？ファーストネーム何？ユージだろ、うん、俺光だし、俺光だし、そうだ、そういうことでしょ。だって名字田中だろうがよ。もっと田中だろうがよ。宇多田とね、田中じゃねえのかよ。宇多田入ってくんだら分かるけど。そうだよ、ここは田中だ、田中つながりだから。だから結局一人爆笑問題みたいな感じになってる。最初選手の田中光、田中光っていう、ね、今日俺とで、うん、ね、そうそうそう、なんかそれをね、最近思い出すと、あの時の感情とかがどういう風に動いたのかが、いや、再生できない、ね、あのよく聞かれるんだよ、どうしてそうなったんですかって聞かれるんだよ、はいはい、分析できないんだよ、できないよね、うん、あまりにおかしくて、もう要するに成り行きでそうなったとしか思えないんだよね。行き当たりばったりで全部やってた、ああなった、うん、でも自己主張はしてるわけじゃん、すごく自己主張なんだろうけどね、自己主張、うんうんうん、これは自己主張なんだよ、うんうん、俺違うんだよね、自己主張じゃないから、だからお前は違うっつって、うん、そうだ、ね、改めて今気がつかない、危ない危ない、最初から藤田ちゃん言ってんだよ、俺今リズムに任せてそんなことないよって言うと思ってんだよ。よく考えたら別に否定じゃないもんね、それはね。そんなね、いく、いっぱい質問あるのに、ね、はい、1個飲んで、じゃあ、じゃあどうする、次ということで、今日は私の時間的には大丈夫、伊集院光、はい、時間的には大丈夫、ね、まだ1時間弱ですね、まだあと1時間、OK ね、このぐらいのペースで大丈夫なの、まあ、ペース的には大丈夫じゃないですかね。あの、もしじゃあもう疲れて死んじゃうまでやるじゃん、うん、疲れて死んじゃうまでやって、うん、ほんであのキュルキュルキュルっていうのでもう出して、うん、でそういうのをなんかソフトとかで遅くして聞けば得じゃん、うん、4時間ぐらい、4時間ぐらいにして聞けば、うん、音声変えてない、変えるの、変えなくていいじゃん、あえて変えなくて、変えて音声はそのままで、トークリクエストいける、はい、じゃあね、これはね、伊集院と太田さん両方に2人に質問、質問です、質問、埼玉県草加市の、ラジオネーム伊沢マーケットさん、伊集院さんは太田さんが好きな本や映画を読んだり見たりしたことあるんでしょうか、うん、お互いの趣味や趣向って似てるんでしょうか、似てないんでしょうか、その話すごく興味があります、うん、そう、今楽屋で盛り上がってたのはそれで、うん、俺はなんかね、うん、あのちょっと微妙だと、太田さんの好きな映画を見たいんだけど、うんうん、見て本当に理解できなかった時に、うん、まだほら、うん、あの所長の中学生みたいになってるから、だからそういう時イブだっつうんだ、分かんねえんですよ、いやだったんだけど、今回これが一緒になるからっていうんで、うん、ちょっとその太田さんにこれは見とけっていう DVD があったら、うんうんうん、いくつかあげてっていう話をして、うん、で俺一人で見るのも怖かったから、うちの嫁さんに、なんか怖いんだよ、うちの嫁さんに、うん、悪いけどさ、こういうことでさ、うん、DVD3 枚買ってくるからさ、あの性格の悪い、性格悪くねえから、性格悪くねえから、俺いつもそれを太田さんが受けよう、それはそうなんだけどって言うから、それはそうなんだけど、俺が好きなんだからいいじゃんっていう感じが、かみさんに帰っておられるから、ね、あの館長好きな。違うよ、違う話がする、違う、罪悪だし、ほいでその DVD 買ってきて見ようって、あの、うん、太田さんの好きなやつ見てみたいんだっつって、うん、うちの嫁さんもじゃあ、うん、私も見てみたいからっつって、うん、そしたら最初にさ、うん、あの見っかったのが、うん、太田さんの言った中から見っかったのが、うん、ウッディアレンの「帰ろ」セックスの全てね、セックスの全て、うん、そんなもの俺たちセックスレス夫婦が一緒に見てるわけないよ、お前どうしたらいいんだよって、もう俺きつかった、きついんだから、まだ見なかった、とりあえずは2人は見れない、あれ見てほしく
ってさ、一番やっぱりさ、太田さんの好きなのさ、通好みのやつもあるからさ、はいはいはい、全部が全部すぐそばの DVD あるわけじゃないや、最初にまず行ったところにあったのがあれだったから、あれ撮った時にこれ持って帰って、そうか、かみさんとこれ見て、どんな空気で過ごしゃいいんだよと思って。いや、セックスについて悩んでる人たちの話だから、そうなんだ。ちょうどいいんだよ。で、むしろそれでさ、素直な感想を太田さんに伝えるの嫌だもんじゃん、そうじゃん。そんな嫌だよと、10年目の夫婦があんなもん一緒に見てさ、おそらくさ。で、その次に来たのがロシア映画の。あ、タルコフスキーのね、ストーカー。ストーカー。で、それは個人的にはすごい興味あったんだけど、うちの嫁さんはもう、ど真ん中の人だから、ロシア映画ってだけでそんな来ねん、来ない。あ、飽きちゃうと嫌だなと思って、これ後でだから性格が悪くて俺好きなんだからしょうがないだろ。これで違うっつってラストに黒沢明の生き物の記録っていうのもうパッケージからうちのかみさん食いついてないわけ。あ、そうだ、パッケージ見たら白黒だもん、白黒で白黒で恨めたら気持ち悪いじいさんがものすごい顔でこっち見てるパッケージだから、あのカラーのビデオデッキで再生するカラーだ、そんなわけねえだろ、どんなやつ。あとは止め止め塗るかね、そうそうね、一時停止だから3D メガネかけてね、 3D ではないか、買うんだ、しょうがないから、その最後のやつを自分でも自分の仕事部屋があった、うん、仕事部屋持ってって一人で見せたんだけど、うん、このね、生き物の記録、記録、うん、めちゃめちゃ面白いでしょ、久々に、うん、久々に、まあ、横で若手芸人が見て居候してそこで寝てたりするんだけど、うん、それ一人でずっと、いや俺が、俺の太田光が教えてくれたビデオをお前らと見るのは嫌だと思って、うん、全部閉めて一人でやったんだけど、うん、見てたんだけど、うん、もう絶対戸を開けないでくれと、私は旗を折ってるから、うん、絶対開けないでくれって閉めて見てたんだけど、何のお願いしてないですよ、見てしまいましたねっつって、うん、で閉めてたんだけど、うん、声が出ちゃうぐらい感情移入しちゃうの、ひどいことが起こるたびに、それはやめてやれよとか、あんなの久しぶりだろ、すごいでしょあれは。すごい。うん、あれは何だ。黒澤明の名作っていうと、まあ大体七人の侍とか用心棒とかその辺のことは言われるんだけど、生き物の記録っていうのも実は隠れた名作で、あれはもう感動もう通り越してね、もうつまんなくなっちゃう。つまんなくなっちゃう。どういうことさ、通り越してつまんない。いや、すごいんだ。こういう時にこうさ、お互いが見た映画の話で盛り上がっちゃうと、見てない人ですごい疎外感出るから、うん、それから先は進めないけど、あの俺はもう俺が見っけたことにしてみんなに見ろ見ろ言うもん、うん、それぐらい面白い。あれね、オープニングの俺しびれたのは、あの要するにどういう話かっていうと、三船敏郎がじいさんなんだけど、そのじいさんが核戦争が起きたらここは放射能で、あの日本はやられるっていう恐怖心で、そのブラジルにね移住したいっていう、うん、でそれを突然言い出した工場の一番偉い人だから、うん、そうすると息子たちがそんな俺たちにも日本で生活があるんだから、うん、つって家庭裁判所の、うん、で息子と親父が揉めてるってとこから始まるわけだよ、うんうん、そう不思議なのよ、なんか自分で核シェルター掘りたいって言って、うん、まあ、5000万とか使っちゃう、当時で言う470万とか今で5000万とか使っちゃうし、うんうん、もう家族全員でブラジル今から行くからって始まっちゃう、うんうん、ワンマン社長のその亭主関白のめちゃめちゃなおじいちゃん、うんうん、しかもひどいのは、あの要するに目かけっていうか2号さんまで連れてくって言い出すわけだ、うんうん、家族としてはたまんないわけ、そう、愛人2人と愛人に産ませた子供も連れてくって言うんだけど、したらもう家族は逆に財産を差し押さえにしたいと、うん、もうお父さんの自由にできないようにしてくださいって家庭裁判所に来るとこから始まるんだよ、だから変だし、最初の設定としては、うん、子供系っていうか、まあ、まあね、どうところがね、なんでこんなこと思いつくんだよ、あのシーン真夏でしょ、うん、真夏で暑いってところで家庭裁判所でこう弁護士とやり合ってる息子たちがいて、千秋実なんかそうなんだけど、でこう待合室に出てきて、親父にも本当困ったもんだねっつって、親父どこ行ったの、親父来てねえじゃねえかっつうと、三船敏郎登場するんだけど、うん、それがどうやって登場するかっていうと、熱い熱いって言ってる中、みんなジュースを持ってくの、うん、ね、あそこジュース持ってきたろ、うん、でジュースを持ってきて、あったくしょうがないなって言いながら、自分の分とカミさんの分とその争ってる息子の分、うん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 、要するに、おらお前ら、うんうん、つって、うん、こっちの息子はもう親父だ、口も聞きたくないみたいな態度なんだけど、うんうんうん、親父の方は親父の方でやっぱり親父なんだよ、うん、息子の分までジュース持ってきちゃうっていう時代で、もう一枚上手っていうのが、うん、あのオープニングで見事に表現してるわけ。なるほど。そこから始まるっていうところが、ね、何度もね、痺れちゃうの、あれ何度もいろんな人に感情移入して、自分が子供だったら親父がそんなこと言ってたら嫌じゃんって思ってるかと思えば、そのお父さんが急にそのジュースを持ってくることで、うんうんうん、
いやこの親父はそんなに完全に敵視できないみたいなことになるし、息子の未熟なのやっぱり明らかに、そう状況を読めてないっていうのは息子の方なの。でも言ってることは息子に最初は言ってたよな。で最初はね、完全に親父はめちゃくちゃなんだって言ってることは、うん、でもそういう行動に現れちゃうわけ、うんうん、なるほどね。その辺の演出がね、もう黒沢俊雄の俊雄じゃねえけどな、俊雄じゃないのね、俊雄じゃない、黒沢映画黒沢俊雄じゃないね、時には俊雄、うん、時には俊雄、いや本当それそういうの細かく言っててキリがないし、うん、で太田さんのすごい、太田さんすごいなと思うあれ、うんうん、こんなに興奮してるのに全全然ネタバレしないのよ、あそこは全然導入のとこでどうでもいいっちゃどうでもいいとこなのね、あ多いよねそれね、うまいと思うのね、で俺は逆にその、うん、娘の方がそんな大問題で、うん、地球は今核に溢れてるみたいな話をしてるところで、うん、おめかけさんを連れてった時のお母さんの気持ちを考えたことあるって、うん、そんなとこにお前こだわってんのみたいので、うん、全員その異常な中になんか性格描写ができてくるから、うん、途中でなんかね、ドキュメンタリーじゃねえんだけど、ドキュメンタリー見てるような感じになってるやつなん で、うん、で結局、まあ、最終的にテーマは親父がまともか子供たちがまともかみたいなとこ、うん、なってくんだけど、まさにオープニングでその振りなわけだ、うん、すごい、これはいいだろ、これなぁ、太田さんに教わったっていうことがここでバレちゃうからさ、うん、来週の月曜日にさ俺見てさみたいな話しても全部男出てからになっちゃうんだよなでもだから黒沢は見といた方がいいって絶対、いや分かる、見といていいのも分かって、うん、でそのシーンの侍とかって分かりやすく面白いじゃない、うん、分かりやすく面白いんだけど、うん、なんかね、あんなに映画を見たっていう感じじゃなくて、うん、こんなのありなのみたいな感じの面白さと、うん、あとだ逆に最近俺の中では東京タワーを読むか読まないかっていうすごい揺れがあって、リリー・マルレーンのリリー・フランキーね、リリー・フランキーであって、もうこれがさ、太田さんがさ、太田さんの爆笑問題カーボーイでさ、うん、まあ、絶対読むかと、あんなのもの絶対読むかと思ったんだけどさ、うん、まあ、まあ、あの会うなんかなんかで一緒にするんで、うん、しょうがねえから、うん、しょうがねえからちょっと最後ぐらい読んでやろうかと思ったらさ、泣けるねって泣けた、書評を出しちゃったの、書評を、これ聞いて俺もっとプレッシャーになっちゃって、もうどうもなんなくなっちゃった俺最近東京タワー見ただけで泣いちゃうもん、こんな感じであのだってドラマの、あの本の影響で東京タワーの観光の人数、うん、めちゃめちゃ増えてるでしょ、あそうなんだ、そんなぐらい影響してて、うん、俺もうそれで今どうしようもなくなっちゃって、うん、俺の家に今いろんな人から読めって言われて、うん、東京タワー4冊あんの、うん、そんなの4冊第二東京タワーまで来ちゃったもうちゃまだ立ってれば来ちゃって、俺にとって太田さんが進めるものっていうのはそういう影響力があるの。例えばすごい進めるから見て全然わかんなかった時にどうしようとか、太田さんがああ来たのに俺太田さんの真似みたいなコメントになっちゃうのも、それは一応さ、ジャンクを一軒家ずつ持ってんのにちょっと恥ずかしかったりとかするから、ドキドキしながら見てるんだから、そういうんで言うと東京タワーはでもね、あの読んどきゃいいと思うよ、あそういう感じ、なんか立ち上がれなくなっちゃうことはないけど、ないない、普通に大したことない、どっちなんだよ、だそれ。じゃあ、急の名作ではない。そうそう、そういうことはいい。急の名作ではない。時代が変わっちゃうようなことは。泣くのは泣くわけでしょ。泣くものってそんな良くないだろう、だって。あまあまあね。そこなんか最近さ、泣けるか泣けないかでいいか悪いか分かるけど、あのね、泣くものなんてそんなよくないよ、普通でに年取りゃ泣くんだよ、なんだってすっごいわかる、年取りゃ泣くんだよ、だって映画の横剣になっちゃったりするでしょ、初めてのオスカーで泣いてる時あるからね、俺それめちゃめちゃ泣く、みんな泣くんだよ、俺はもうめちゃめちゃ泣く、なんであんなガキがさオスカー行っただけで泣くんだ、ごめん、やっぱりは俺エキサイトするぐらいあれが好きなの初めてのその程度なんだって、泣くといいはまたちょっと別、あなるほどね、そうだったら読もうかな、ただ意外なとこで泣くものはやっぱりいいよ、だから要するに感動させようとしてるとこじゃないとこで泣くっていうのはいいよ、びっくりするよね、うん、びっくりする、先に涙発の時びっくりするんだよね、例えば何どういうの涙発、いやだからそれこそあのだから俺で言うと向田邦子の、うん、アシュラのごとくのあの要するに姉妹たちの会話とかで、うん、あの全然泣かす部分じゃないのに、あ、はいはいはい、あの鏡割りしてあのおせんべいにしてるのを見ながらお母さんのかかとを思い出すわねって言った時点でザーッと来るわけ、うんうん、それって別になんか感動させようとも何もしてない、うんうん、うまいって、うん、うまさにね、はいはいはい、こんな表現できんのかっていうところで感動してリアルにありそうな会話で、ね、それでもう鳥肌立っちゃうわけ、鳥になっちゃったことあるからね、俺一回ないね、鳥にはならない、飛んでっちゃったことあるの、その逆のもあって、逆の犬の映
映画ってね、うんうん、猫好きだからあれかもしれないけど、うんうん、犬の映画ってオムニバスで犬のテーマの映画があるんだけど、うん、まあ軽いわけ、つまんないとは言わないけど、うん、軽いわけ、要はこう犬飼って同士がデートで見に行きゃいいんだろうっていうのの映画のエンドぐらいだけど、最後の一個だけは、うん、ボロボロ泣くの。それは犬を飼ってる人の条件反射に全部訴えられてるから、それはちっちゃい時から飼ってる犬が死ねば泣くんだけど、何も心には残らないのね。だそれはいい映画かっていうと、それはそうじゃないね、ちょっと別の悪い映画ではないよ、だって泣くんだから、うん、もうね、胸のとこがビシャビシャになっちゃうから、それが泣くの。胸がすごい汗だ、同時によだれも垂れてる、よだれも出てて、あと母乳も出てて、母乳も出てると思うんだけど、あれはね、その初めて自分の中で明確に泣く映画イコールいい映画とは別で、泣くっていう作業はちょっと条件反射じゃないけど、やっぱりもうこれは泣くんですっていうところで、でも確かに動物ものっていうのは大体泣くでしょ、ね、大体泣く、あれが俺の中で何も残んないけど泣くのは泣くっていう映画だったんで、本当になんかびっくりするやつって、ずっとこうやって見ててすごい面白いと思ってるわけでもなく見てるのに、先にすごい悲しくなってきたんだけど、悲しくなる理由があんまよくわからないみたいなやつが、うん、あれやられるともうダメだな。ダメだし、そのストーリーと関係ないと、例えば撮り方みたいなとこで、うん、急にあこのアングルみたいなことでダーッと興奮するときあるんだよね。でそれがなんか、こいつにピントが合ってるってことはこいつのことなの今みたいな時に、そういうことだよ。でそれを理屈じゃなくて先感じたりするでいて、そういうのって中学生ぐらいで嫌で嫌でしょうがなかったんだよ俺なんか。自分が理解してないのに泣かされたりとかすると自分が変になっちゃったのかと思うから嫌だったんだけど、最近はそういうのばっか求めてる気がするんだよな。そういう方が本当に感動するんだ、そういう今面白いのが、お互いの共通の知り合いで、渡辺くんっていう、その構成を、僕の番組で構成をやって、渡辺くんっていう子は、僕こんな構成の人見たことないんだけど、本一切読みません、映画一切見ません、音楽一切聴きませんっていう変わり者なの。変わり者だ、本当に友達も一人もいませんっていう やつなんだけど、うん、この彼に映画を勧めるブームってあって今、うん、とあのスタッフ全員で彼にとりあえず週に4本映画を勧めて、うん、で偉いのはそういうの言われて見ることは何とも思わない、うんうん、面白がって見てはくれるんだけど、彼のベスト4位、1位から4位の中で1位を誰が取れるかってやってんだけど、これが今面白くて、そう興味あるね。渡辺くんはあまだ発表になる、何度もやってんだけど、最初の時は何入れた、まずねすごい厳しいのが、恋愛を絡めるな、絡めるな、はい、あの興味ない、あいつ恋愛に興味ないから。でも恋愛が童貞だからね。いやそうだけどさ、童貞でいて童貞なことに悩んでないからね、童貞で童貞の電車男だから、うんそうだよね、電車大好きだから、うん、電車旅行行くと、うん、電車から一回も降りないまま帰っちゃうんだから、で、うん、でそれが電車は手段だろうとら言うんだけど、うん、目的じゃねえだろうって言われ、うん、電車に住みたいやつだな、うん、だって1回1週間、2週間休み取ってヨーロッパ旅行に行くっつって、うん、延々とヨーロッパ旅行行ったのに、帰ってきたら電車から降りてる時間がねえんだから寝てる時がすごいよ、テレコムスタッフみたいな世界の車窓からの世界の車窓からなんかさ、うん、こう会議やってる時ついたりとか世界車窓から始まったりするとさ、うん、もうそれ見ちゃってんだから見ちゃってることに気づいてないんだから、でその感受性のすんごいこう細い道の中で誰がやれるかみたいなやつで、最初の時トップだったのはね、ジュマンジだったんだよね。ジュマンジ、こんな面白い映画初めて見た。動物が出てきたやつ。逆に大富あのスゴロクやって、うん、なんか魔法のスゴロクみたいなのがあって、ジャングルのスゴロクで三進むつ、ライオンが襲ってくるつと、本当にライオンが襲ってくるっていうやつなんだけど、あの時大不況だった、何だったっけな。私の頭の中の消しゴムかなんかが、とにかく大不評で、よくわからないと。韓流の。なんかああいうのが、もう、みんな大泣きしてるって言うんだけれども、それ正しいよね、でも。その評価。俺はもう見てないです。それはオカルト推薦で、なんだけど、まず、恋愛、これどうやら恋愛の匂いがするっていうだけで、半分眠くなっちゃうんだって、もう。あのね、見てもないのかもしれない。あのね、恋愛というよりも、あれ、記憶が失われるって話でしょ。うんうんうん、あれはね、実はもっと名作がいっぱいあるんだよ。だけど最近流行ってない、あの数学者の、いやつだね。ね、あの、数学、うん、博士の。数式ってあれは、愛情。異常な愛情じゃない。全然違うじゃねえか。水戸橋博士。水戸橋博士じゃねえよ。あれはね、もうね、うん、ちょっとね、本当はもっといいやつあるんだよ、実は、うん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 。それはね、
今タイトルが出てこないんだけど、お前が記憶がだんだんなくなってきてんじゃん。俺の記憶が、お前の記憶、お前の消しゴムだよお前。それはね、あんだよ。昔消しゴムを脇って、あの八代亜紀がやってた火曜サスペンス。知らない知らない。それで渡辺君面白いのはね、八甲田さんかなんかえらい長いのに、八甲田さんかなんか上位にいるわけで、感想を聞くと、あの珍しい機関車が出てると。で、あの今では日本で見られなくなった東北の機関車が出てるっていうことに対して評点が上がったりするから、一度今度参加して、太田さん村さん渡辺が行ったらどこ行くの。でも逆にさ、そのプレゼン側も鉄道関係はなしにしないとダメだよな。でそれはその人がひよったなとか言われるけど、お前は守りに入ったなとか言われるんだけど、オリエンタル急行殺人事件とかさ入れるとちょっとずるいもんね。ずるいもんね。したプロデューサーの池田がこの間ね、スーパーサイズミーかなんか行って、ドキュメンタリーの方がいいんじゃねえかって言ったら、意外にそれが高得点だったりとかして、それちょっと面白いんだよね今ね。ストーリーは邪魔なのかもしれないね、もしかしたら。で面白いのは、普通は映画いっぱい見てる人ってすごいって思われるじゃん。なんかこう何でもこう大体友達と話しても映画見てる人っていうのは見てる側がやっぱ偉いし、難しい映画を理解する側が絶対偉いじゃん。偉いんだけど、絶対的な神はその渡辺だから、うん、そうだこの映画界においては渡辺という神に、とりあえずどん映画をいっぱい見てる人たちが媚びへつらって、うん、あのお願いして見ていただくやつだから。だったら俺デカ珍道中行っちゃうな。デカ珍道中、何デカ珍道中って野獣しすべしと2本立てだったんだけど、ダメそうだな。全然映画なんだけど、中村雅俊と当時勝野博が2人コンビで刑事なんだよ。ほいでその、ま、全編ギャグ漫画なんで、ギャグ漫画じゃねえ、ギャグ映画なんだけど、ドタバタ、あの鎌田敏夫が脚本だからね。そうそう、当時青春ね、俺たちの旅とか大好き、それでめちゃくちゃ面白かったの、だからもう来た、こっちは野獣神経別見てく見に行くんで期待してったら、でか珍道中って最初に始まって、こんなのっつったら、そこでもう報復絶倒でもう面白いの、面白い、めちゃくちゃ面白いんだよ。くったらなくてさ、渡辺見せる前に俺見ちゃうけど、それね、そうで言わないみたいな、ビデオになってるかどうかわかんないな。どうだろうね。いや、なって探してるおまけって感じで、もうおまけの公開の仕方もブレイクの仕方も完全におまけなんだ、勝野博士が DVD 出てる、あ出てる、うん、勝野博士が男らしい刑事なんだけど、どうもホモっぽいっていう設定なんだよ、へ、それで中村雅俊がこうやって外から帰ってきて、要するになんつうの、そういうみんなデカ部屋みたいな、デカ部屋みたいなとこ行くと、勝野博士がホモ牛乳飲んでるって言ったら、ってなるっていうくだらない、そういうくだらなさなんだけど、いやでもね、今みたいなその映画に対して恐れとか尊敬とか逆にフラットだから、そうそうそう、なんか確信みたいなこと言うわけ、なんかそのそれこそその卒業とかをね無理やり見せたりすると、まだ恋愛に興味ないし、でそのすごく数学的にものを考えるから、最後にこう連れ去られちゃった時のその花婿さんの方、どんどんどんって最後連れ去られちゃった時のはもう花婿さんの方が、この人は何も悪いことをしていないのにもかかわらず、なぜっていうのを一発目で当てるっていうか、当てるその一番空気分かれよっていうところの、空気でいいじゃんあれはっていうところを、もうものの見事に映画を一回見たことで初めて、あこれそんなに有名な映画なんですかなんつって、あの音楽すら初めてな渡辺がそれはどっかで聞いただろうと思うんだけど、ラジオの仕事サイモン&ガーファンクルあれ聞いて、サンドオブサイレンス、あれ聞いて初めてのあれを初めてなにもかかわらず、これどう考えてもこのポカーンって一人残されたその新郎は何も罪がないのにおかしいっていうのを当てる純粋さはある、見事だね、見事だ、見事、それはね、だから映画、俺が思ってるのは、映画のストーリーや、まあ小説でも何でもそうだけど、誰か悪いやつ作っちゃうと簡単に話す、簡単、うん、ところが誰も悪いやつをやっぱ作らないってことが大事なんだよ。誰か悪いやつか、誰かパーフェクトなやつを作るとかなり進むよね。そうなの。だからあとその主役以外はみんなバカとかね、そういう映画って多いんだけど、それはね、全然面白くないんだよ。そう、分かる。だから黒澤明が違うのは、みんなバカじゃないってとこなんだよ。でしかもみんなパーフェクトじゃないから、そう、なんかお父さんはお父さんでダメなんだよね、あの人ダメなんだとかがあるのとすごくて、その辺の矛盾は、全く映画を知らない人と全く映画を見潰してる人は一緒なんじゃないかと思うぐらい、その小瀬の渡辺くんが当てるわけ、当てるっていうか、それどうで俺たちはいいじゃん空気で、映画ってそういうもんだからに全部引っかかるの。でその上恋愛が、あと裸が、どうしても
おちんちんとか立っちゃうから、うん、映画どこじゃなくなっちゃうんですよ、なかなか。何度も巻き戻しちゃうから。恋愛したんじゃないのそれは。それは、別にセックスはしたい。セックスはしたい。したいし、興味あるから、うん、あんまり裸のシーンが長いようなやつは、うん、そこばっか見ちゃうから、巻き戻し見ちゃうからダメみたいなって。ちょっと今度渡辺映画祭を、じゃあ大々的に。そうだね、やろう、ちょっと。やろうね。うわ、いいな。でもその間接的なら俺なんかもどんどん、太田さんの推薦の映画見れるもん、ね。だからセックスの全ては見た方がいいよ、あれは。一人で見るよ、だから。うん、一人で見るよ。嫁さんと見るとやっぱ俺、ちょっとさ、お前、婿養子になって10年子供作んねえって、どういうことだっていつも言われてるから。そう、神さん、セックス下手だしな。そう、もうそんなわけないなんだよ、お前、絶対聞かせらんねえよ、こんな番組。楽しいね、これ4時間くらい。これさ、毎週やろうか。毎週やる、毎週、毎週家でやって流すのやめるそれもいいな。だよ、それもいいな。いや、さっきね、うん、太田とちょっと話してて、今の当面の俺の夢なんだけど、うん、俺あんま会社乗りたいと思ったこともないし、大きい子だってほしいとも思わないから、うん、もう小金が貯まったら家にスタジオを作って、今ポッドキャストあるでしょ、うん、ポッドキャスト思いつくままに撮って、ダウンロードしたら10円くれって言ったら、いいね、それいいよな。で100円じゃないの、10円なの、10円がいいよな。でラジオはこういう普通ラジオだったりテレビはタダであることがいいことだし、タダ、うん、であることに対する責任感とかに、うん、だって起きてなくてもいい時間に聞いてくれてるから、うん、10円程度が一番いいと思って、うん、いいね、お賽銭みたいな感じ、お賽銭みたいなもんで、うん、ちょっと俺が一人よがりの喋りしても、まあ、10円ならしょうがねえだろうと思うし、うん、逆に言うとこっちも10円もらってる以上は頑張んなきゃいけないところもあるから、うん、俺もそんな、10円を笑うものは10円に笑われてる、笑いすぎだろ一回泣け、どっちが泣くのか、うん、あとごめんなさい、10円に笑われてる状況は一回カウンセリングを受けた方がいいから、それはまた別のことになってくるんで、うん、俺の今の当面の夢がそこで、もうなんか喋りたいって言ったんじゃない、いい、ね、あるある。でもそれが無料だとわざわざスタジオ入って喋るまでならないのかもしれない、恥ずかしいし、恥ずかしい、うん、でしかもよそからお金もらってるものをタダでやってるのもどうかってあるから、うんうん、もうそうなったらもう10円で、かみさんと話すのも10円もらってる方が話しやすいもんね。そうかもしれない、さんと商売だと思うと話すよな。話すでしょ、うん、で泥臭い話、これを500円もらうってなるともう怖くてもう喋れない。そんな程度の話はない、話はないよってなるから、ね、うん、俺の今の夢はね、そうずっと一人で喋ってることを。その伊集院のそのスタジオっていつできるの？いやいや、でもね、行ってみるとね、意外に今安いんだよね。安いスタジオ作るんだよな。もっとさ、何千万ってすると思ってたから、スタジオはそうだね、思ってたけど、うん、それこそ今自宅でカラオケやりたい、ピアノやりたいってクラスの防音でよくて、で機械がどん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 安くてよくなってるから、その1000万いくかいかないかで、あ、いいじゃん、ちゃんとその掘ったて小屋みたいなのを作ってれば。じゃあ田中出すよ、田中出すよ、それ何で言うよ。ありがとうございます、ごちそうさまです。お前もだってほらスタジオこっちになります。そうだ、うん、やるよ。でも俺はあんま使わない。税金対策になるし。税金対策そう、田中さんの作った合鍵は途中で変えちゃうから、変えちゃう、入れなくしちゃって、お前入れなくしちゃうから、うん、だそれ締め出されちゃう。で田中さんも聞きたい、10円ちょうだ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 い、その10円も飛んだ、1000万円足す、それすごいな。ねえ、いやちょっとトークリクエスト、トークリクエスト、はい、じゃあこっちから行こうか、はい、太田さんと俺喋ってんね、伊集院さん、太田さん、そして田中への質問ですか、はい、ヒゲキング、こんばんは。ヒゲキング、俺はヒゲキングじゃねえ、ね、虫キングだな、どっちか、虫キングでもないけど、初投稿、花粉一発と申します。花クソ一発かな、以後お見知りおきを。印象深い話いっぱいあるんですけど、やっぱり田中のおもらし事件を話せ、うん、はずない。いっぱいあるよ。ラジオ放送中に漏らし。どのおもらしかって。ね、それ。すごいよ。番組収録中に漏らし、自宅のインターネットで罰金を買おうとして漏らし、寿司を食いに行って漏らし、もうどれでもいいからとりあえず。あ、すげえな、いい漏らした話ちょうだい。あ、いい漏らし。じゃあ、どれいい漏らしが分かる。一番いい漏らし。これ読んでる限り分かる。インターネットで罰金を買おうとして漏らすってのは。これはすごかったね。これ家でね、インターネットっていうかパッドシステムって家でこうあるよね。でそれをね、うん、俺やってたの家で休みの日にね、うんうんうん、でこう馬券っていうのはあれ時間がほら締め切りがあるじゃん。あるある、うん、ね、うん、で買ってこうしかもねあれ予想してテレビでモニター見ながら当たるか当たんないかなんていうのをやってるとちょっと緊張もするんだよなあれ実は、うん、ね、うん、と何の緊張なのそれ。いやなんかやっぱ普通にドキドキするじゃん。だって馬券を買ってそのレースを見るっていうのは、うん、一応ドキドキする。まあそれがドキドキしないなら買わない方がいいもんね。逆に言えばね、そうそう、競馬場の緊張と一緒だ。そうそう、まあ近いわけで、うん、テレビで 見るわけです、うん、すぐに、うん、ね、うん、でそんなことやってると時にこう予想をしながらこうメインを催したくなる、催すことあるかな。何かちょっとうんこしたくなる。そうで俺はちょっと緊張とかする。テトロポリ教習
人のくせにさ、すぐうんこすんだよ、いや、むしろテトロポリ表星人はうんこいっぱいするのかもしれないけどね、人よりいっぱいするんだよな、うんこでできてるのかもしれない、すごい人より多いのよ、人より多いんじゃない、で、そうやって、なんか、あ、その時もね、すごい、あ、うんこしたくなったと思ったわけ、もう家ですよ、家、もう歩いて10秒もない、何秒かでトイレですよ、ね、漏らすもあってない、漏らしの家はあっても、トイレなしの家はないからね、トイレある、京都便所なんで、京都じゃなくて家にありますから、京都じゃない、トイレ、共同じゃないですね、トイレだけ共同だって言ってなかったっけ、いや共同じゃない、共同ってあの共同駅だよ、共同駅わざわざ行った、遠いなおい、阿佐ヶ谷だよ、共同の便所、共同便所、この間若手芸人の家で、トイレなしってアパート初めて見た、え、共同トイレもないの、ないのよ、物件の中にトイレがないの、嘘だよそれ、じゃどうすんだよトイレ、それ聞いて理由が分かったんだけど、それもうあの壊すって言ってんだけど、隣にね、あの公衆便所があったんだって、隣が公園で工事面とかあったんだけど、先にそこが区画整理でなくなっちゃったから、トイレがないの、もうその建物なくて、その簡易おまるみたいなやつでうんこして、うんこをどっかに捨てる、それなんだ、それ現代なんだ、現代なんだそれが、安いんだね、安い、1万円ちょいぐらいの値段なんだけどさ、だから他の人はみんな物置に使ってんだけど、そいつだけはもう延々と使ってるから、うちの物件トイレなしっていう、ね、ごめんね話の腰めちゃめちゃ思ったけど、あ、ほんとだほんとだ、お前はどの物件、物件じゃねえよ、だからうちだから、うん、俺んちで自由にトイレ使えますよ、うん、ね、でこう買うんこしたくなったわけだ、したくなったんだよね、で当然まあうんこしようと思うんだけど、締め切りが、馬券の締め切り、馬券の締め切り、時間が、あ、もうやばい、これもう買わないと、トイレの締め切りも迫ってる、トイレの締め切りも迫ってるわけ、うん、人として大切な締め切りはどっちだと、ね、だけど俺もまさか漏らすとは思ってねえから漏らすとは思ってない、それはそうだよな、ね、でこう買ってたわけだ、うん、急いで買わなきゃ、これね締め切りになったら、うん、で買わなくて当たった時って最悪ですよ、あ、買っとけよかった、もう開けもういいや、このレースはいいからトイレ行っちゃおうとも思ったさ、だけどそれでもし行ってその後トイレから出てきてレース見て当たってたら、もうそれはもうこんな悔しい、俺なんか今日さ話が、何時入りだっけ今日、俺一番早く来たんだね、だって今日6時入りなのに、うん、大津さんなんか5時ぐらいに来たらしいね、そうそう、俺嬉しくなっちゃってさ、今日俺が一番早いと思って来たらだろ、うん、俺もうとっくの昔に来たんだ、昨日から来てんだから、それでおかしいだろ、そしたらなんかうんこしたくなっちゃってさ、俺伊集院来るまでに2回もうんこしたんだぜ知らねえし、その話なんで今俺の話の途中にしたんだよ、しかもうんこをいっぱいした方が勝ちみたいな、そうそうそう、ね、なんなんだ、1日2回だよ1日2回そんなんかい、そんなの俺もう俺なんてある、え、さっきしたよ、あ、違う、3回だ俺、家出かけに一発、急に俺たち小学生俺なんかこんな起こしたんだよみたいな、もういいよ、おいで、じゃあもうだからそれで、でもう俺はそれでも頑張ってこう買ってたわけで、こう数字入れたりってやって、暗証番号入れたりするの、暗証番号なんかいろいろめんどくさいのそれまた、でこうやってて、ほいで何やってんのって奥さんに言われるわけですよ、もぞもぞしながらこうやって、あ、はい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 、うんこしたいのって、うんこしたいって、いいから早くね行きなさいって言われるわけ、俺は前科があるから、いやな、神さんだな、まったく嫌じゃないけど、もう俺は愛情があればここに出しなさい、ここに出しなさい、ね、そんなわけねえだろうね、行きなさいって言って、便器を無理やり剥がして持ってきて、持ってきて、ほらできないのよそれ、ね、そう言って言いつつ、そんな会話したらまた間違えたらするとまたやり直して、でも時間ないってこうやって焦ってやってる間にブワーって出ちゃったわけ、ブワーって出たって言うけど、お前それ下痢じゃなかったっつうじゃん、下痢じゃない、硬いうんこを漏らしたんだよ普通でね、これね、びっくりすることで今ね、うん、あの田中さん対大谷獣院組で、うん、うんこのこと責めると思うでしょ、うん、俺がまたよくうんこを漏らすのよこれがびっくりするぐらい漏らすのよあ、そうほんでね、もうね、うん、漏らしそうだもん、聞いてたらもう分かんないもん、すっごいその気持ち、下痢じゃなくて漏らすもん、コロンコロンって、あのね、あのね、どっちかっていうと、まあコロンコロンじゃなくて、あのよくね、ものすごい、うん、いいうんこ出るときあるでしょ、うんうん、こうあのってやつね、もうすっごい太くて長いタイプで最後まで出るやつね、そうで、あのケツ吹かなくていいんじゃないかと思うぐらいスムーズに出る、あの時のあれが出たがってる時のうんこの下さには一番勝てないんだよ、下痢とかってなんかおならでごまかせたまだそう、いやそれ最悪よ、お腹痛からこうさすった人、一回その波が終わってみたいな時とか、まだもうもうさ、ま、多数決で勝ってからさ、うんこ漏らす方が当たり前だと思うんですよ。そうでしょ。だけどすごいいいうんこの時の下さは、もうどうやったら違う、もう無理だ、どうやったら、ね、下痢をね漏らすやつなんてね、本当のうんこ漏らしじゃないじゃん、そのやつはまだ分かんないよ。下痢だ
下痢ならさ、ほら、うん、いくら肛門を閉めてても間から液体だから出てきちゃうから漏らすっていうのはわかるけど、硬いうんこは漏らさないだろ。あの、俺思ったのはね、あの、俺の説ね、俺のこれは学説なんだけど、その、もううんこの待合室あるじゃない、うん、待合室に、うん、下痢とかの場合ってちょっとずつ入ってくるだろうから、そこにもちょっとずつ来るから、上から来るから、うん、そのもうそろそろうんこが来ますよっていう信号がゆっくり溜まってくるんだと思うんだけど、あのつるんっていうでかい塊のうんこはここにホイって入るから待合室にいきなり開けろこれやろ、開けろこれやろってなるんだろうか。本当だからそれさ、その前からうんこなのそれって。多分そう、そこでうんこになるんだろ。じゃあ、だからどっちかっていうと、あのね、こう押す力もある。誰が押してんだよ。うんこが出たがる力っていうのがあるわけ。あるね、あるある。で、下痢の場合は汚い話だけど、うん、まあ液状に近いから、それでもこうなんかそれぞれの力がそんなに強くない。うんこたちのチームワークがついてないから、ね、あの門のところでも大したことないんだけど、そう、あの大騒ぎしてんだけど、一体化してる。やつはあの大きい丸太を持って、せーの、せーの、せーの、あれはすごいな。フィーン、もうあれにはね勝てないんだよ。勝てないもん。その活躍権なんか知らないけど、万人たちも。あれはあんなに民衆の、負けちゃうわけ、民衆の怒りが固まったら、うん、俺たちでは抑えられないって思うんだね。信じらんない。だからもうほんとみんなでタッグで来るわけだよ。すごいんだから、本柱のやつが来るから。信じらんない。そんな経験ないもん。100人の子供よりも10人の力士の方が強いの分かる？そのぐらい。ちょっとそれでね、あのね、微妙すぎちゃって。ちょっと、じゃあ100人の子供より10人の子供より1人の力士だ。10人の子供より1人の力士。そうそうそう。何人の子供より10人の力士って言われたら、ね、一緒に考えちゃうんだよな。100人の子供って言った時に1人の力士で100人だと思って。ちょっと判別してくるかと思って。分かりにくいよ、その例え。100人って勢いで言っちゃったけど、うん、10人の子供より1人の力士の方が強いみたいな感じ。うん、すっごいのよ。うん、もうさ、100人の子供と10人の力士だと地獄絵図だよね、もうね。遊んでる感じとかないもん、全然。そう、例えが。いや、何がきついだって、うちもさ、かみさんにさ、ゲームやりながらさ、俺がこう、ケツくねり出したりとかするとさ、うんこなんでしょって言われるのよ。あ、そう。それぐらい俺も、何がかっこいいって言ってもね、あの、僕の中で、家で漏らすのはいいと思ってる、もう。最悪、家はしょうがない、最悪いいと思ってんだけど、うん、もう外から帰ってくるときにすんごい、もうトイレ行きたくてタクシーの中乗ってる時もちょっとこう体浮かせてないとまずいなとか、うんこしたくなっちゃったりとかするのね、うんうん、そういう時に限って運転手さんとかがなんかこう、そのうまくうちの前の路地に入れなかったりとかして長くなっちゃったりで、もう爆発寸前で玄関のうんこ漏れちゃった時とか、あ、もうで、そうするともう真夜中ですよ。泥棒見てたな、それ。向こう行ったら逃げちゃうんだろ。でもしょうがないから、真夜中で、かみさんも寝てるかどうか分かんない時で、もうしょうがないから、もう、うんこをしたまま、歩くのはもうこれアマチュアになる頃だから、ね、もう出たら、そのまま、住んで、もう、ね、その玄関で、パンツをそーっと、小腹を脱いで、そのままちゃんと包んで、その、お土産みたいにした状態で、ちゃんとそのトイレに持ってって、中を捨てて、ちゃんと自分で洗うのは、うちはエチケットだから、それ帰ろうとするとね、犬って自分の縄張りでうんこされるの大嫌いなんだよね。もうね、飼い主でも、うんこを持ってくることだけは絶対許さないのね。そうなんだ。3匹全員が飛びかかってきて、この野郎、お前、俺の頑張りで今うんこしてんだろ、この野郎っつって、そのうんこのパンツを取ろうとするわけ。なんだそれはっつって、で、それと、やめてくれ、やめてくれってなってうちに、かみさんが、何やってんのなんつって出てきて、で、こうやって俺、お土産みたいに持ってやつ、いや、で、下に犬がわんわん燃えてる真ん中のところで、うんこ自由の女神みたいにあげながら、うんこをさ、漏らしちゃったんだけど、玄関でさ、今、取られそうなんだよ、なんて。すげえな。そんなん悲しくて。しょっちゅうあるわけ、そういうことは。年一かな、年二かな、年二。あ、わかる。それさ、うんこしてるときに出し切ってないんじゃないの。ああ。どうなんだ。あのね、俺は量食うから、多分その量の問題だと思う。少しはある。俺ね、なんていうの、うんこするじゃない。で、その後、粘る人いるじゃない。キレが悪いって言うでしょ。そう、もっとネバーエンディングストーリーだろ。ネバーエンディングストーリー、ネバーエンディングストーリー、エンディングあんだろうけど、まあそれでも少しこう頑張って15分ぐらい取らないと。だからそれはね、俺は出し切ろうとする人でしょ。俺はだから、それはやっぱりウォシュレットの、うん、あの干潮
をやるといいんだよ。あ、ウォシュレット環境だ。ウォシュレットを最大にするわけだ、うん、それでもうものすごい勢いの水を噴き出させて、うん、それを肛門のところに、うん、こう合わすんだよ。ウォシュレットさ、うちなんか今の家ついててんだけど、うん、いいのがついてるらしいんだけどね。いいのっていうのはね、考えもんなんで、いいか悪いかどうか。それがね、うん、ウォシュレットあんま使わなかったんだけど、使ったらびっくりする。なんかね、肛門センサーついてるね、そいつは。うん、ウォシュレットが肛門をちゃんと見つけるらしいんだよ。なんかよくわかんないけど、すげえな、なんだそれ。だけど俺の肛門が規格外なのか知んないんだけど、必ずそのセンサーで金玉に当ててくるんだよ、そのもっと熱いやつを。どうやって肛門なんだよ。肛門センサーはおかしいんだろ。なんか文明社会の怖さだな、それは。肛門センサーっつったってね、多分そのセンサーは形を把握とかじゃないでしょ。だってテレビカメラみたいなのがついてるわけじゃないわけだから、うんうん、それはなんかその距離とかさ、でも説明書には自動的に肛門をタッチしてそこに当てるって書いてある。それさ、ちょっと持ち歩きたいよな、肛門センサー。なんだよそれ、どういう肛門にだって反応するんだろう。じゃあ街中で持ち歩いてもう嫌だよそんなの。だけどだから水の勢いな問題は、うんうんうん、水意味いいやつっていうのは肛門をこう傷つけないようにちょっとね、触るぐらいのなんていうのかな、こう切れるほどのあれじゃないんだよ、いいやつ。そりゃそうでしょうよ。だろ、でも昔のいいあれやっていうのは水圧で肛門が切れるぐらいのやつがあるわけ、うん、お前んちの痛いだろ。そうそう、で今のはねちょっとダメなんだけど、ちょっと前のうちのやつはそうなんだ、うんうんうん、そうするとそれを肛門に合わせるとシュワーってその、うん、腸の中に水を吸い込むんだよ。ものすごい勢いです。そんな強いの。強いんだよ。それがもう要するにお腹パンパンになるぐらいまで、もう入ってくるの。入ってくる、入ってくるの。それを俺は10分ぐらいやるんだよ。ね、入る入る、ものすごい、もう断水するんじゃないかっていうぐらい水が、東京都の水溜りを枯らすぐらい水不足。そんなにかよ。それもう富士五湖が全部干上がるぐらいの水を全部肛門入ってくるな。富士五湖を衛星写真で撮ってると傘がバーッ下がってって、そう、太田さんまだ今朝なってますって。昔のおとぎ話みたいに魚人が湖吸い込んじゃったみたいな、それぐらいのあれなんだよ、うんうん、それでやるとそれをストップして、その後ダーッと流すんだよ。今でいう腸内洗浄みたいのを、それやるんだよ。気持ちいいよ。そうするともうね、心臓まで出たことあるからね。気持ちよくね、気持ちよくね、空っぽになっちゃうぐらいの。それやると一切要するにうんこがじゃあ在庫があんのにやめちゃってっから、そんなことになるんだ。多分そうだと思う。そこまで硬くなるっつうのはそうなんだよ、宿便なんだよきっと。だって俺ね、5年ぐらいメールマガジンを連載してるんだけど、うん、たまにこうそのうんこ漏らしちゃったりとかするときも書いちゃうから、うん、そうすると僕は31歳にもなってうんこ漏らしてしまったって書いてあって、うん、もう悲しいなんて書いてあるのに、うん、だまた次の年になると僕は32歳にもなって必ず記録が塗り替えられてるな。毎年なんか1回必ずあんだよな。あれな、それもいや赤羽いいやって思っちゃってんの。それはちょっとある。そうだろ。いや俺は思ってはないけどね。ないけど無理なんだもん。だっておねしょの経験ってある。おねしょはある。何歳ましてた。俺割と中学生ぐらいであるよ、おねしょしてた。マジであるよ。俺ね、学級員なのに小4までおねしょ止まんなかったの。それがすごいコンプレックスだったんだけど、おねしょってもう最後の方って、うん、実はいいやと思ってなかった。思ってる。思ってたでしょ。多分あの感じだと思うんだよね。普通の人、俺たちの中ではマックスでこらえてるけど、うん、普通の人に言わせたら、それは全然マックスじゃねえじゃねえっていう。いまだにいいやと思ってるもん、俺、おねしょ。おねしょえ、てか、おねしょ俺あんましないから、ね。いや、だおねしょ大抵夢の中でしょんべんする夢見るんだよ。あ、俺今日すごい血尿してる夢見てさ。びっくりす。夢のね、夢だな。真っ赤なんだ、おしっこが。どうしてそんな夢を見たんだろうな。見たのかな、おい。そう、おしくしてなかった？どう、おしくしてない。だから、大人になると不思議なのは、いいやと思って夢の中でおしっこしちゃうんだけど漏らしてないんだよね。でも昔は必ず夢の中でおしっこしちゃってると必ず漏らしてた。でしかももうおねしょ慣れしてるから、うん、夢の中にそういうシチュエーション出てくると、うん、あ、これ俺おねしょしちゃうなってちょっと思うでしょ。それは俺も本当は平気だったよ。平気だったでしょ、うん、おねしょしなかった。何が悪いんだって感じだったね。で親とかもおねしょのこと、まあ怒ったり、あんま怒んないようにしてたんだけど、またおねしょぐらいは言ってたって、うん、マックスで嫌だったし、そのおねしょ早く直したかったけど、そんなって、うん、で俺は今、その自分、高田の言うの分かるのね、うん、うんこを漏らすときに諦めてないし、うん、ギリギリまで頑張ってるつもりだけれども、うん、一般の人ってもっと頑張ってんじゃねっていう。そうなのかな。肛門がもし
肛門の締めるのあれが弱いのかもしれないね。でもさ、それ鍛えるやつないでしょ、ジムとかにも。肛門活躍筋を鍛えるアブフレックスみたいなのある？俺はだから痔だから、うん、痔だから常に肛門を刺激してることが多いんだよ俺は。ああの要するにうんこすると必ず自分であのシャワー浴びて肛門をこうガーッと洗うから、だギューッて締める、ギューッて締めるが、うん、いつも筋トレやってるようなもんで、缶切りない時はあの肛門だけだもんね。意味が分かんない。くるくるこれこれって違うんじゃねえか。俺こんなにうんこ漏らした話がさ、うんうん、心強かった時ないわ。あ、そう。俺も心強い。3人中2人だと思う。こっちが正常だもん。そうだよ、ね。こっちが。今ラジオの前で何人がお前のバカじゃねえってところ。俺も漏らさなきゃって思ったもんね。思った。乗り遅れると思ったよ。仲間外れ意識やったでしょ、ちょっと。うん、そうだよな、うん。いやー、でもこれ楽しいね。なんだろうこれ。ちょっと毎週やろうか。毎週ね。いいんじゃないか、金曜の枠ってこれ空いてんだろずっと。とりあえず。いやでもなんか10月からはなんか満を持して結構な人気者が来るって言って。関係ないならすっ飛ばしたらいいじゃない。じゃあ2部やろ、2部、2部。そうなんだよね。いや2部もいますからね。放送のメンテナンス時間やね。メンテナンス時間って日曜の夜中とか、ね、夜中朝方ぐらい。そうなんだ。ああいうとこにやるとか、うん、あと長いの撮っといて、うん、あのよく CM の間ってさ、 CM の間さ、こう CM が足りないとさ音楽が流れててさ、うん、でまだ TBS で聴いてる人はずっと CM 流れてちょっと音楽だけど、うん、結構北海道とかで聴いてるとあそこ音楽長くて眠くなっちゃうって人いるらしい。あ、そうなの。ね、ね、あそこに流さんで、ね、なんかもうああいうとこに音楽の部分に、部分のとこに流す。いいね。ちょっとちょっとのとこ。いや本当だよね。俺はだからもともと言ってたんだ、みんなでやろうよっていうの、うん、まあ随分。もう随分前から言ってたな、うん、あ手の空いてる人同士でやりゃいいんだよね、うん、その時俺今日寝るのもなんだなって人が来ちゃえばいいんだと思うんだよね、うん、だからそれさ、なんで俺が言ってた時にやってくれなかったの、うん、なんだよいいよそんなブツブツ言うでもなんか昔ね、さんまさんとしんすけさんとあと一人誰かな、よしさんかわかんないけど、そのもう爆発的人気の時に関西で3人で番組持ってて、うんうん、あのみんな本当は3人で喋りになったんだけど、うん、まあ誰かが一人発すんだって言いなそうしてたら本当に誰も来ないじゃん。大変だったらしいな、ね、大変だったらしいね。あ、そう。で途中からもう誰も来ないのがしょっちゅうになってったりとか、うん、誰がやったその時。ね、村上昌司さんかなんか、とにかく大御所が、大御所がやったの、バット、うん、ピンチヒッターでやったって、そうそうそう、たまたまだから前の番組をやってる大御所みたいのが、あのところにすいません、あの今日たまたま3人誰も来ないんでみたいなことを言われて、そうそう、周りにやるみたいな、すげえ、ラジオってそんなになったらすごいね。面白いね。だって本当に喋りたいやつが喋りたい日しか喋んないんだから、うん、それは面白いと思うんだよね。いい加減にしろって言われるけど、誰も喋りたい。3ヶ月に1回ぐらいこれやんなきゃ。いいね。なんかたまにね、セールアイドルの時だけでもいいから、ちゃんとやってもらって。ね、あのさ、毎週やってたらさ、きっと飽きてくるからね。そう、義務感みたいな嫌じゃん。やっぱやられてる。で、あの、聞く方がさ、もう珍しくもなんでもないけどさ、面白くもなんともないやつらやってんの。そうなんだ。そこまで言って言われちゃうのか。あいつら、あいつらさ、死んでくれればいいのにな。それぞれでやってんじゃねえかよ。だから長いことやってんだったら、そんなにつまんないと思われるのかよ。こういうとこね、もったいぶった方がいいんだよ。大手のプロダクションはそういう売り方。うるさいそれは。何分析なんですか。特にクイズそっちも行ってますか、なんかあれば。はい、じゃあ行きましょうか、はい、続いてじゃあ伊集院さんに。あ、伊集院さん、はい、どれがいいかな。パッと抜いたのでいいんや。いや、いろいろね。じゃあね、恋バナ行こう。あ、ラジオネームメリー三角木馬。恋バナどうなん。恋バナじゃないの。恋バナしたことないの。伊集院さんが酔って全裸でアナルのプリクラを撮っていたところを職質され、君何歳だと言われて危うくお縄になりそうなって話なんでしょ。アナルのプリクラ。アナクラだ。アナクラ。何年か前の、しかもクリスマスかなんかで、ね、みんなでお酒飲んでて酔っ払って、うん、ならわかる。で、その後にみんなで渋谷に行くみたいな話になったんだけど、うん、もう生理的に渋谷とか食べられなかった。生理的に、うん、ダメそうだね。ダメだから、そういう時っていうのはよっほどテンション上げなきゃいけないわ。そしたらテンションの調節が。いや、俺なんか大勢で飲んでるとか意外にダメなのね。で、自分の中で今日は大勢で飲む俺なんだから、それはみんなを盛り上げなきゃいけないみたいなことになって。
っちゃうのね、うん、でその時もなんか渋谷行くことになって、うん、渋谷に行くってことは相当俺テンション上げて行かなきゃいけねえんじゃねえかと思ったらいちいちだもんね。したらあの渋谷ってのはね、うん、無軌道な若者の街だねみたいな感じ、まあまあまあそうだね、頭の中になってってキャラ付けなんだよある意味。そしたらみんながこう普通にプリクラ撮りたいなんていうやつが出てきて、番組の打ち合いだったら番組クリスマス会だったのかなで撮り始めて、したらそんな普通の撮り方は渋谷じゃダメなんじゃねえかと思いされないと普通に撮るよいくら渋谷なんだとプリクラなんだから普通に撮るだろ、もしお酒も入ってるしっていう状況でっつんで、うん、あの俺がすっごい面白いプリクラ撮るからっつってそれでそのそれゲーセンだろ、ゲーセンのしかも野外野外のプリクラで当時は後ろにあの変なビニールとかなくてさ、普通に覗いとるやつだったんだけど、それの横のところにこう居酒屋のビールケースがいっぱい積んだったからビールケースを2個積んだ上に俺立ってただケツ出してるだけじゃなくて顔面のところっていう普通のプリクラの顔面のところに完全に肛門をつけたくて、難しいよそれ。で酔っ払ってってテンションが変な方に上がってる上にもともと機敏じゃないのにさ、ビールケース2段積んだ上に立って、でまたそういう時順番がおかしくて立った上でズボンを下ろしたりとかしてるから、下ろしてでこう肛門こうやってやって、あのちょっとどっちだって右風呂が見えないからもうちょっと下ですなんて言われながらこうやって肛門完全に見せてプリクラ撮ったところで、向こうの方がちょっと騒がしくなってきて4人組のお巡りさん来て、あら要するにそのガヤガヤやっててみんな騒ぎになってる時にそういうやつがいるってのは誰か言ったらしくてさ、したらうわーってお巡りさん来た誰かが言ってもうそこまでバーって調べになってさ、それこそ落っこちるようにしたいって、うん、そのままズボン探してズボン履いてさ、寸前のお巡りさん大丈夫だったお巡りさん来て、なんか裸ここで裸になって暴れてるやつがいるってんだけどって言われて、いや全然知りませんっていうね、そんなやつは見てもいませんしって言って、もうその時点でキャラ付けもう終わっちゃってるから全然いつもの気の弱い俺だから、そういう人がいるんでしょうかって言ってたらさ、プリクラってさ30秒ぐらいで出来上がってるからお巡りさんの見てる前でさ、肛門大落ちてプリクラがジリ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 って出てきちゃってさ、そのままなんかおまわりさんもさ怒るっていうよりは、俺にしてみるともう気が弱い方がカウンターですごい出ちゃってから、こんなのになったらその新聞沙汰になったりとかそうだよね、すんじゃねえのかっこ悪いもんなそれ。いやーすごいね、伊集院渋谷で肛門ぶらぶらもう通すと一面確実なんですよね。おまわりさんがちょっとこうやってプリクラスってつまんでこうやってなんてやってるとかで、もうこれをが証拠だから取り返したくてしょうがないから引っ張り合いたじゃん、おまわりさんと引っ張り合いになりながらしてお前さん最後呆れちゃって、テレビ出てるねなんて言い始めて、何歳なのかな君は。でもその時28ぐらいの28ですっていう20、まあそういうなんかいろいろあるんだろうけど、28歳っていうのはこういうものを取る年かな。違いますなんつらって格好あるんだよね。これでいつもそういうの失敗すんの必ず、普通にしてればいいのに自分の中で何か決めてやれもしないことを、ここはやらなきゃなんないんだって言ってどん詰めりしたりとか大怪我すんだよね必ずね。渋谷とかやっぱダメなんだ。全然ダメだね。あそう、全然ダメ。かわいそうだね。ちょっと待って、もうお前はダメじゃねえの。俺はやっぱ渋谷だって、渋谷陽一って言われてたぐらい。言われてない、言われてない。渋谷陽一さんかつてはだって俺原宿渋谷がもう根城だったからね。根城って根城っていう言い方で、確かに学生の頃原宿とかテリトリーだったね。え、原宿よく行ったの？原宿よく行きましたよ。それは私、アッシュ実験室の地下でライブがあったからじゃなくて。違う、そうじゃなくて、本当は原宿で買い物とか、うん、あの、服屋とか、そういうとか、セーラーズとかそういうとか。なんで？セーラーズって言ったらないよくな。俺もう原宿が憧れの、俺にとってのもう聖地だったから、学生。こう、なんかさ、緊張しない？緊張しないよ、俺は原宿は。あ、そう、うん、俺全然ダメだ、ね、だって俺はだから埼玉の高校生だから、すると日曜日って言うと原宿行くんだよみんな。あ、そう、埼玉行こう、池袋のイメージ。池袋はまあもちろん池袋も行くんだけど、やっぱ一歩こう踏み出して原宿なんだよ。ちょっとだから、あの、要するにあのなんだあいつら、タケノコ、うん、タケノコ族の大半はあれ埼玉県人だからね。あ、もうコースだ、定番の。だって東京でタケノコなんか取れるわけないじゃない。取れるわけないじゃない。自然だったのか。ちょっと大根踊りみたいな匂いがする、うん、逆で、うん、俺とかは東京の荒川区だから、うん、荒川区っていうのが逆に田舎の人よりも原宿に疎いの、うん、でしょうね。そうなんだ。親戚の子とか来ると、うん、この原宿連れてってって言うんだけど、うん、行ったこともない。行ったことないんだろ。だって揃うんだもん、何でも荒川区の界隈で揃うから、うん、行ったことないし違和感すんごいあるのよ、うん、で俺なんかもう高校時代毎
週日曜日ってで竹の子族がちょうどブームの時でずーっとあれ見てるっていうのが俺らの埼玉の高校生みんなそうだった。だってさ、うちのスタイリスト北海道苫小牧出身で修学旅行のどこ行ったみたいな話すると自由コースで代官山に行ったっていうのね。代官山なんてまだほとんど行ったことないもん俺。代官山は俺を拒んでると思うあいつ絶対。代官山は俺もよく行った。代官山にはね一つね名画座があったんだ。今あるかどうかわかんないけど。そうすると当時映画見たいってなると今みたいにビデオないから。そうなんだよね、うん、そうするとピア見てさ、うん、あ黒沢やってるっつうと代官山だったりするんだよ。俺ゴジラ、ゴジラだろ、ゴジラやってると文芸座、うん、文芸座だろ、文芸座、文芸座、池袋の、池袋のルピリエか代官山のそこか文芸地下と、うんうん、自由が丘かなんか、うん、その辺が名画座あって、うん、そうそう、あ代官山ちょっと行こうっつって行くわけだよ。そうするともうお代官しか歩いてないから。お代官はいないよ、お代官様、おしゃれな人ばっかだよ代官様、むしろ悪いよのなんて言われて、うん、ちょっと俺なんかうずまさみたいな映画浮かんじゃったねえ、そうそうそう、日光江戸村か代官山かどっちか。俺ね変な自意識過剰、よく被害妄想の古代妄想っていう一番厄介なやつだって言うんだけど、うんうん、なんかこれは我々てんじゃねえのかと思っちゃう。なんか伊集院のくせにお前何代官山来てんのって思っちゃうから、そういう時に俺はわざとだよっていう主張したくなって、うん、その前座だとか変なことしちゃうのよ、うんうんうん、だから変、例えば今代官山明日行こうって言われたら俺ボロボロのジャージで行くもん絶対、うん、あそう、もう嫌なの、なんかあいつ伊集院のくせにあんなとこ行ってお前似合うと思ってんのかよっていうのが中学校の時に俺が言ってんだと思うんだけど、中学校の時に俺に突っ込まれるのがもう嫌になっちゃって、だひねくれてんだよ、ね、俺なんかだからその点素直なんだよ。本当だよ、いや本当なのかもしれない、ある意味本当かもしれないけど、似合わせちゃったよ、もうねすごい素朴だと思うよね。原宿ってかっこいいな、俺は素直なのって本人目の前にしてさ力説すんだもんな。本人の目の前ってどういうこと、伊集院だよ本人目の前に。いやいや、もっと言うと本人目の前は違いますよ、今聞いて人全員が太田光が素直の代表になっちゃったぞと今素直なんだよ。だから原宿かっこいいなと思ったら本当素直に原宿行くんだよ俺は。そこが多分ね、うん、実は真逆のとこなんだ、ね、そうだよ、ね、俺絶対抵抗しちゃうんだよね。だから俺なんか原宿であのウィンドウショッピングとかすんだから、そうしても帰りものすごい窓を持って本当の窓のショッピングなんだ。すごいな、ベタな落ちでまた CM になっちゃったよ、本当の4人見てるやつね、オスの森組の。いやもう時間ないよ、もう終わり近づいてますよ。 CM の中で喋ってることも全部話したいぐらいだもんね。ちょっとまた今もうお互いが似てるようで全く違うが違うっていう話をして、ヤセとチビとデブだからね、それぞれコンプレックスがあったりとかするはずなんだけど、それの消化の仕方も全然違うし、チビとデブは分かるけどヤセって誰お前だよ、お前だ、俺のこと、じゃあ仮に自分で痩せてないと思ってても分かれ、それぐらいはな。俺痩せてるけど筋肉は引き締まってる。いいよ細かいディティールはそんなとこは。一般的にお前は痩せとかガリとかで通用すんだよ。ガリはねえだろ。ガリだろ、ガリだね。それでいいよお前は。街角で、うん、あの多分、痩せている芸能人は誰ですかって、うん、アンガールズの次ぐらい。アンガールズ次ぐらい。そうだな。工藤静香じゃねえか。いや工藤静香もそれかもしんないけど、うん、じゃあお笑いでってか言ったらもうお前かなり上位で。お笑いでって言ったら、うん、で3位がミイラだね。ミイラ。最後やと思うんだけど、本当に喋ること全然ね、いっぱいちょっとちゃんともっとやろうよ、またやろうね、うん、まだこの先やろうよ、まだこの後でしょ、続きでしょ、この後やろうよ、これでいつか何か開いたら出しちゃいいんだよ、ね、とりあえず今日の言わなきゃならないことあるもん、ね、そうなの、この後ね、うん、あ金曜日は9月いっぱいまでジャンク2、はい、のパーソナリティ交流戦これね、うん、放送していきますけども、うん、来週の組み合わせなんです、これ言っとかなきゃいけない、月曜ジャンク2の笑い飯が友近と交流戦を行います、いいな、はい、そしてこの後のジャンクツを担当している、うん、今日はエレコミクは来てくれました、ありがとうございます、テレちゃんだよな俺この人、この人あんま何たまに面白い顔の人、あの面白い顔の人、あでもやついやつ、やついやつ、やついやつ、そうだよあの人、あんまりちゃんと話したことない、そうなんだ、話したことないな、伊集院緊張するでしょ、伊集院、いや緊張しますよ、デブとチビとヤセとテンパで、テンパで今日は達成何もねこいつ、何もねよ、普通ですからね、別に分け、よく分けよ、ぜひぜひこの後生放送で、はい、あのやらせてもらうんですけど、そうなんですよ、もしよかったら休めないじゃん、え休めないじゃん、それ一回まだちょっとでまだ話すことあるんだけど、じゃあこのままやってもらっていいですかね、そうしていただければちょうど今数字を数字をなんかどうのこうの言われるそうじゃないですか、痛い
のかって話。この3人が来てくれればもうこれはすぐ俺らの番組だってなるだろう。一応スペシャルウィークということで、先週1週目はあのロシアからあのタトゥーのお二人が来ていただきました。本当来たの？本当来ました。本当に来たのタトゥー。で、あのトムさん、あの絶対来てねえだ。トムさんのあのやっぱりちょっと仇討ちのために帰らせようってことでやったんですけど、結構いいやつだったんで、いいやつサインもらって帰りたらしましたけど。本当に来たの？来たんです。この後はあの銀杏ボーイズの峰田君っていう人が来て、一緒にあの歌を作るんですけど、生で。生で。あの多分ね、俺たちじゃなければもっとテンション上がったことだと思うんで、銀杏ボーイズ作るっていうのが。おじいちゃんだから聞いたんですよ。銀杏ボーイズ。銀杏ってイコール。あの TV のワードだ。TV のワードだなと思っちゃった。TV のワードが来ます。え、来んの？うつのか。そうだよ。3人来るのか？キレが来ます。キレが来ますよ。最近名古屋でしか活動してないんですか？田中さんの。多分このまままとめずにブツって終わるよ。この番組ブツって終わるからね。ということで、エリコミック聞けばいいんだもんね。よろしくお願いします。ということで今日こうして銀南ボーイ、銀南ボーイ、銀南ボーイ。